ということでしょうか。これはハスカとウィリー高山電撃和解です。電撃コンビですか、これはコンビですか、コンビ。うわー、またあらー、張ってこし、あっとチョコボールが待って。ところでおっさん、チケット買ったの？アホてめえ、この間3人で来たわ、この野郎。てめえ3人で来てタダで入るやつ、俺ら2人で何買わんといけない、この工芸、この野郎。何を言ってもこんなに客おらんかったやろ、アホ。わけわかんない。お前のこのキャリア9年や、俺の5年や。え、5年だと半分でよかった。何や、意味が。これだったらな、高楽園の入り口で脳卒中で倒れた夢を見たんや。正夢にならんように、お前、この日本プロレス界の化石をお前ちゃんとグッと提携して家まで送り届けろよ。あの、見事なくびれ女優。横浜でこれ、ねえ、ゲストして、ゲストでこの放送席にすごいくびれ来てよー、このくびれは、あのウエスト見て、あのウエスト場内焦点になります。草薙純ちゃんです。おいな、草薙よくお世話になります。おー、純ちゃん、あんたも女の子やろ。うなちゃんの気持ち考えたことあるのか。うなちゃんどうすんのよ。ちょっと女の子さんってしょうがないじゃん。やっぱり僕はモテすぎるのかな。おい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 、あれ大ブーイング。これ今日、今日ことほや、おいおいおい、追放したんじゃないのか。めっちゃ危ない。うわ、この FMW のマット2000年もこういった形で、僕もね、こういう、うわっ、うわっ、毛の無量はすごい、冬木のラリアット、危ない。お前らみてえなバカな頭じゃ、なんで俺がここにいるかわからねえだろ。何言ってんだ、言っちゃいけないんだよ、ここには。その答えをな、詳しく知りたいやつは明日の新聞読めバカ。うわ、そう、新聞を読まなきゃいけません。ひとままに大きくなったところがこうギュッと閉まってね、そのままゴーインにラリアット。うわー、エルボー、うわー、うわー、ローリングエルボー、ラリアット、おー、ラリアット、これは決まった。ここにいるファン裏切るのか、お前。そうだそうだ。さあ田中、これ黒田だけの言葉じゃないですからね。田中のでもなんか、ね、ああちょっと待って、田中は何も言わずに今なんかニヤッとしたようにも見えましたけど。My God.Jesus. Fuck me. Break, break. Oh, Jesus. Oh, my God.Ha ha ha!
ターテインメントレスリング FMW の激闘をお届けしてまいります。ブレインバスター、今回はここ後楽園ホールより久しぶりの生中継でたっぷりと全6試合をお届けしてまいります。杉崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。杉崎さん、はいはい、久しぶりに後楽園ホール生中継ですけれども、いや生はいいですね、やっぱりね。生はいいですけれどもね、まあ、なんといっても久しぶりといえば、1月、2000年の1月5日の後楽園ホール以来のこの聖地ですので、はいはい、まあ、実にたくさんのお客さんがですね、もう今やおそしと詰めかけてましたけども、いや超満員ですよ、超満員。すごい、あの南側の奥のね、立ち見席までぎっしりですね、うん、今日は。今までね、超満員じゃない時にも超満員って言ったこともありましたけどね、はい、今日は超満員だ。何そんなことバラしてるんですか。いやいやいや、おほらほらね、しょっぱなから景気がいいよ。第一試合です。まずはフライングキット市原 with 草薙純ちゃん。いやいや、これも意外だね。もうね、ことになりました。2000年いきなり驚かされましたけれども、まあその後市原と純ちゃんは仲良くやってたんですか。ちゃんとそりゃそうでしょう、誰だって仲良くしますよ、そりゃね。ねえ、この後楽園ホールです。あっと手をつないで入場。わ、今日あのさらに腰のくびれを強調したこのスプリット。うわー、スプリットクッシュームだ。ちょっとカメラさん、もうちょっと下から。生腰ですよ、生腰。ああ、うわ、刺激的ですね、後楽園ホールね。どういうことこれ。うわ、細っ。プロマネージャーの草薙純ちゃんです。さあ、お約束の紹介の後。いや、すごい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 。うわー、あ、マイク。市原くん、最近強くなって評判ですよ。最近強くなって評判みたいですね。まあ確かにね、最近強くなってる。まあ、純ちゃんが、うん、ね、いわゆるちょっと上げ間になってますんで。もうね、斉藤さん、はい、その手の発言言うとね、これはちょっと危険だから。もうさあ、そして対するはリッキー・フジ with 若菜瀬那入場だ。まさにこれはですね、まあ、いわゆるいわばマネージャー女性を取り合った離婚対決と言ってもいいでしょうか。いいな、今日もご機嫌。そしてセナちゃんが後ろからゆっくりと。あ、リッキー、リッキー。さあ、リッキーさんがいつものように。今日はセナちゃんちょっと表情が曇ってますよ。セナちゃんはね、なんか大人の魅力があるね。あ、大人の何かそういったアプローチなんですね、今の表情っていうのは。なんかちょっとやっぱりね、それは市原に対してね、怒りもありますよ、こりゃ。あ、ね、そうか、セナちゃんが市原に対する思いっていうのは、これは私たちはちょっと想像もつかない部分ありますもんね。わかんないですからね、僕らには。そういった厳しい。お、セナちゃんがマイクを取った。市原くん、どういうことなのか説明してよ。そうです、そうだ、市原一人で意味見やがって。お客さんも怒ってますよ、みんな。私がいない方が市原くんのためだと思ったから、市原くんが一人で頑張ってくれると思ったから、私は。おお、しても涙なしには語れないね。シングルマッチ30分一本勝負を行います。市原無言ですね。こういう時に男はちゃんとね、けじめをつけないといけないね。フライングキット市原、ね、浮気がバレた時じゃないけどね、こういう時喋らない方がいい場合もある。浮気がバレたってそういうことなんですよ、これは。勉強になるな、市原見てると。あ、ショーン・マイケルかと思いましたよ、今。まあそんな感じ、そんなところにあって、あの一人おいしいリッキーさんって感じですよね。リッキーさん上機嫌ですよね、もう。なんかどさくさに紛れて、何かね、セナちゃんをマネージャーにつけてしまったという感じが否めないんですけれども。まあでも今日はね、これ我々も上機嫌ですよ。もう素晴らしいカードが目白押しですから、今日は。今日はね、もう我々というかお客さんはね。斉藤さん、どこがいいですか。タクシーはなんつったってやっぱりね、うん、メインですよ、やっぱり。それとあのトースポの一面にもなったという、はい、注目の世界初、うん、性転換レスラーが出るという。なるほど、これもね、おお、いきなり、まあ、回答としては80点ってところですね。80点、80点まで行きましたか。僕
もっと厳しい点来るかと思いましたけど、あお早くも市原がですね、あれはね、わざとああいうことしてんじゃないですか。あ、今ね、純ちゃんとセナちゃんがかなり距離 近づいてますけれども、あのちょっと市原が、おっと今セナちゃんの方に、あれおおセナちゃんに今これとんでもない、あれかたや純ちゃんの立場はいかにというこ、これ市原これどういうこと何をしているんですかね市原はよくわからない、あっち行ったりこっち行ったりフラフラフラ、また市原はねこれまた市原はねって 男としてどうなんでしょうこういう、あの斉藤さんのね発言かなり気にしてんだからね、まあでも今日は斉藤さんのように当たってますね。でしょ、10秒ぐらいしかいいとこなかった、あの斉藤さんの持論ですもんね、だいたい頭ね10秒でも、いきなりしかもその規制もそがれてしまったんですよバックドロップで、これねひょっとしたら10秒たりともいいところないかもしれない、市原君の気持ちもわからんじゃないですよね、うん、だってこれ2人ともかつて自分とね、はい、まあ、2人とも草薙俊ちゃんは今もですけど、パートナーだったというね、おまけに試合始まる前にあんな風に攻められたらですよ、はい、あそうか、セナちゃんはのあの言葉にまだちょっと動揺してるんですか市原は、いや普通の男だったらそうでしょ、動揺しますわね、あそこまで言われたらあんたどういうことなの、うん、まあ、確かにその弁解の余地なしというぐらいの感じですけれども、俺はこれから一人で生きていくんだなんて言っといてね、そんなこと言いました、奥さんが出てってみたら、あ例え話ね、他の女が転がり込んできてたっていう、まあそういうことですね、いやいやいや、あなたそういうことだったのという、うん、でもこれ市原の場合はセナちゃんとこうお別れした後じゃないですか、純ちゃんが来たのは、その疑惑があるんですよ、どうしたんですか、その辺が、だって、ね、杉作さん何か知っているような今含みをっていうか、純ちゃんがだって一番最初に FMW に来たのはあの11月ですからね、去年横浜アリーナ、横浜アリーナですから、うん、あの時からすでに、うん、その時点で何かがあったというのが、はあさすが愛の狩人ですね市原ね、まあ、今日はでも本当ねこの第2試合も見どころなんですよね、あ急にそっち行きましたね、ボールスマホにあスリーウェイダンスね、クレジーボーイ、そして、ね、ランスケード、はい、ランスケード、このランスケードは、うん、TW、うん、どうもここ最近の FMW の展開見てると、うん、あのやっぱりショーン・マイケルズと、はい、あの新井さんの関係から考えても分かる通り、うん、FMW チームですね、そういうことなんですかね、斉藤さん見てないんですか最近の FM、 いやそういうことなんでしょうかね、今日多分あの何かきちんと、そういえばこの間僕はあのクラブチッタもちゃんとね、行ったんですけど、斉藤さんいなかったですね、そういうことなんでそういうこと言うんですか、なんでいないんですか、いや僕はちょっと少々の事情でいろいろありまして、おかしい話があるもんですよ、もう私 VTR できっちり全試合チェックしてますんで、それ会場に行けばいいってことないわけじゃないでしょ、だってどうせ行ったって何もしないかったんでしょ、どうせなんか弁当食ってくちゃべってただけでしょ、弁当は食べてません当時、弁当食べてません、終わってから近所のデンデンっていう立ち食いそば屋で立ち食いそば食べたんですよ食ってばっかりますね杉田さんもね、まあでもね、はい、そういうあのバカな話は置いといてね、バカな話はこの二人の戦いはね、はい、かなり本当なんですよこれ、いや本当なんですよって、本当ですよ戦ってる、いやいや、あのね本当に憎しみあってんですよ、なんかわかんないけど市原とリッキーさんですか、僕はでもリッキーさんはほら親心ででしょ、うん、最初そうだったじゃないですか、なんかね最近違うんですか、おかしいですね、この2人、あやっぱりね、あのねさっきもね、おあの来ましたよムーンソルト、2連発行く、試合始まる前の会場でね、はい、2人会ってもね、いや見向きもしない、見向きもしない、あリッキーに完全に見透かされていた、あスイッチインを、スイートチンが見事にかわされてかっこ悪い、あの今の杉田チンちゃった、ちょっとなんか足が単純に届かなかったってちょっとかっこ悪い、足の長さを計算に入れてなかったんですね、もうそのあたりのね、あのリッキーさん2000年問題がねちょっと2000年問題未まだ解決されずというリッキーさんの素晴らしいね、あのスーパーコンピューターにちょっと悔いが出てるんじゃないですかね、だって最初のあの足ともう30年ぐらい付き合ってるわけですからね、そろそろ、うん、理解しといてほしいですよね、自分の足の長さぐらいの、終わりにしようかって言いましたよ、終わりにしようかですセリフはかっこいいんですよ決めました、あーしかしこの垂直落下はかわされて逆に邪魔、おこれは綺麗だ、これはいいぞーっとカウント2、終わりにされかけてますよ、ねまあでも今日は本当ね、今日はでも市原積極的ですよ、やっぱりね、うん、
純ちゃんになってから市原ちょっと良くなったんですね。いや、よくそう、本当そうですよね、うん、確実になんでなんですか。いやこの辺りセナちゃんはどういう風にこの試合映ってるんですかね、うん、セナちゃんがで、ね、セナちゃんはそれは気分悪いですよ。悪いでしょう。私いなくなってから試合ちょっと良くなったみたい。まあ多分セナちゃんの目からするとね、そうは映ってないと思いますけどね。客観的に見てるから私たちはそう見えるけど。おっとスモールパッケージカウント2。どういう心境の変化なのかな。あさあこのキックからこうツームストンですね。対空時間を取り取って、ね、この間のクラブチッタなんかでもね見ました。斉藤さんビデオ見ましたよ。冬木相手に市原大活躍ですよね。ええやっぱりそのあたりが、お今の技は何ですか斉藤さん。膝かヘッドバットか。解決ライオン丸みたいになってましたけど、ヘッドバットでしょ。ストマックにね、ダイビングヘッドバット。さらにツームストンパイル、おひねりが入って、これは一番危ない。あこれはスリーカウント。あ今の必殺技、新技ね、スクリュー式、スクリュー式パイルドライバー、スクリュー式ですよ。ははいやー見事見事リッキーさん。おっと今セナちゃんがエプロンまで駆け上がって、そして一方の純ちゃんも駆け上がる。うわなんか怖いなこの女の対決。いやーね、あの微妙にこう目を合わせなかったり合わせたりみたいなね、すっごくピリピリしたものを感じますよ。両手に花とは言えないねこれは。いわゆるこの今日はあれだったんですね、市原にとって修羅場、いわゆるその修羅場だったんですね。修羅場ですね。修羅場、女性同士が鉢合わせてしまったっていう、さあその問題の女性同士、はい、羨ましいことは羨ましいね。二人ともね、いやどっちか一 人、ね、こっち回してもらえないもんかね。それは無理でしょ。僕も独身なんですけど。そうです、ね、僕独身。あセナちゃん、おなんだなんだ、おセナちゃんとはもう終わっちゃったんだよ。まだ試合に負けた男のセリフとは思えないんですけど、意味わかんないですもん。試合に負けた後に捨てセリフにしてはね。はあ、あそしてあこれ見よがしに手をつないで去っていくという、うわこれはちょっと市原どうなんでしょう男として。まあでもはっきりさせといた方がいいこともあります、まあ、けじめをつけたということですか。リッキーさんがもうやめようよこんなつまんないこと。おありがとう、そうだ両国だよ。俺についてればね世界に連れてってあげるよ。出たよこれ。いろんなところで WWFあたりでも言いようかな。とりあえず次出たJカップあるけどその時よろしくね。おぉうーわーこうちょっと、なんて言いました今 J カップ、その前 Here's my music。 あーまたそしてね斉藤さん、え WWF って言いましたよね、レキさん。走り出してね、セナちゃんが今思わず顔を背けましたよ。でも WWF 連れてってあげてって決意することじゃないでしょ。らしいね、これセナちゃんはね、セナちゃんはね、頭がおかしくなってしまうかもしれませんよこれ。リッキーさんについてると、まあ、歌ってるよ。あらまたしても最高、やっぱリッキーさん最高だ。またしてもどさくさに紛れて歌を歌っているリッキー夫人、もうこれ歌を歌いたいがために会場来てますからね。リッキーさん最高。まあセナちゃんの前でこうやって熱唱するのが夢だったんでしょうきっと。で全然ついてきてないもん。ついてきてないんだ。いやリッキーさん最高。おい本当ね WWF 目ありますよリッキーさんは。ねえ。ええ、いやでもなんかこうリアルリッキーさんを見た気分になりました今私。リッキーさんも出ましたね。ねあこうやって女の子口説いてんだっていうね、うん、そんな雰囲気ですよね。こうやって女を口説きつつもね、うん、この年まで独身っていうのがうなずけるようなね。何かが足りないんでしょうねリッキーさんには。さあそして
あまり乗ってないセナちゃんを従えて今ドレッシングルームに去っていきました。はい、セナちゃん WWF 連れてんだけどって言っても何の WWF か分かんないですよ、あんなケツ見せがね。お尻だ、何の WWF って。皆様方へ FMW 社長荒井秀一より一言ご挨拶がございます。さあここで、いやー、リッキーさんはやっぱりいいわ。今日は荒井さんのね発表もなかなか、この後楽園ホール久しぶりですんで、荒井注目が集まるところですけれども、荒井さんはいつ見ても男前だな。礼儀正しいですよ、必ず靴ちゃんと脱いでね、本当にね。またあの靴下がね、あの穴が開いてる、靴下に靴下に穴が開いてたよ。またそんな細かい、お忙しい中多数のご来場くださいまして、誠にありがとうございます。ことをね、いや、ほんと庶民派の代表ですから、ご存知の方も、あえて多くいらっしゃると思うんですけども、うん、コーディネートしてるんだ、コードの ECW ジャパン設立、そして、田中将人選手の ECW との契約問題と、こちらの真意を確認すべく、ECW に、私単身、アメリカまで行ってまいりまして、話し合いを要求しましたところ、話し合いには応じず逆に、暴行を受けてしまいました。ひどいことするな。これは笑うところじゃないよ。許されるべき行為ではございません。そこで FMW としては全選手に非常事態宣言を行いまして、今後 FMW 正規軍そしてチームノーリスペクトの垣根を取り払いまして、次期シリーズからも、それぞれのチームの混成のマッチメイクをしてですね、ECW と対決をしていく所存でございます。選手同士いろいろ、わだかまりも今までのいきさつもありますしあると思いますけども、必ずやそれを乗り越え、絶対に ECW を壊滅してくれるものと私は確信いたしております。また、アメリカ ECW におきましても、3月3日より金村金太郎選手そして邪道選手下道選手この、3名を、送り込むことが決定となりました。頼むよ。また、私どもに対 ECW に関しまして、心強い、援軍を得ました、ショーン・マイケルズさん率いる TWA でございます。昨年の12月そして、今シーズンと2度目の来日となります TWA の選手を、ここで改めてご紹介したいと思います。ランスケード選手です。さあ先ほどちょっとね杉崎さんからもお話ありましたけれども、もうここで正式にお披露目ということでね、これ間違えてリッキーさん出てこなきゃいけどね。自分の曲だと思って歌いながら。さあもうすっかりこのいわゆるカーボーイスタイルもねおなじみになってきましたけど、大きいですねランスケード。大きいよっ。まだね、若武者って感じですから、ECWA のホープとしまして今一番、期待されている、新進の、素晴らしい選手でございます。この後 ECW でと、3A ダンスで、戦いますけども、 TWA に関しましては、アメリカの ECW にも、選手を送り込んでくれております。それでは、ランスケード選手、期待しておりますので頑張ってください。ダンス、どうもありがとうございました。また男前でベビーフェイスですよねランスケード。さあこのままランスケードはリング上に残って第2試合 ECW 3ウェイファッキンダンス、こちらの方に行きたいと思いますが、3ウェイダンスだってね。そうですね、まずは ECW クレイジーボーイの入場ということになるんでしょう。クレイジーボーイですよ、クレイジーボーイ、クレイジーボーイ、とんでもない名前ですよ。あの日本語で言ったら放送禁止ですからこれね。スペルクレイジーのあのいとこということでね、かなり、おお、リッキーマーチンと来ましたか。かなりトリッキーな選手と来ましたよ。はい、だって名前からしてクレイジーボーイって言ったらこれ精神鑑定しないとね。さあこれがあのクレイジーボーイ、スペルクレイジーのいとこに当たるということでね、あの似た感じの、はい、あ、メキシコのこれは国旗をイメージしているんでしょうかね。リュックサック持ってるよ。はい、あ、本当だ。あれなんかもう忘れて、バックパッカーのスタイル。あれちょっと置いてくるの忘れたんじゃないの。はい、何が入ってるんですかね。あ、忘れてはないんだな。中身が気になりますけれども。
まあ、何かひょっとしたら圧倒的なものが入ってる可能性ありますよ。まあ、ここまで持ってくるぐらいだからよっぽどあれ、あの貴重品じゃないですかね。貴重品でしょう。あの仕返すと置いとくと取られちゃうから、よく貴重品は。そこまでやっぱりこの団体を信用してないんだね、ECW は。信用してない。さあ、そして出てきました、ボールズ・マホーニーだ。まさにハードコア。マホーニーはすごいよ。今やこの FMW マットではですね、最も危険な匂いを醸し出している男はこのボールズ・マホーニーでしょう。つうかね、斎藤さんね、はい、ランスケート選手もちろん素晴らしいんですけどね、はい、今現時点で現状でですね、日本に来日しているプロレスラーではあの、はい、各団体全部含めてナンバーワンでしょう、ボールズ・マホーニー、まあ少なくともこの凶暴さと危険度といったらもうピカイチですもんね、うん、この人の選手であの血を見ない試合はまずないですから、これはね、とんでもない大物レスラーですよ、本当に、はい、うわ、リングが狭くなってしまいました。場外カウントなし、あらゆる反則の認められるハードコアルールで行います。ダンス大丈夫かな。 ECW3 ウェイファッキンダンス30分ダンスのあの綺麗な顔がね、血みどろになってしまうかもしれません。ランスケーノー、もうね、戦うビバリーヒルズアクションと言われてますからね。ビバリーヒルズアクションなんですか、うん、金髪だってだけでしょ、これ。おっと、おー、クレイジーボーイ、ちょっと勢い余ったところもありますが、決めるところはしっかり決めたというね、はい、さあ、最も危険な男、ボールズ・マホーニー。このマホーニーが意外なことに女性ファンも多いんですよね。そうですか、うん、この間ね、あの川崎なんかでも女性の声援がね、黄色い声が飛んだんですよ。もうああいうタイプってのは意外とやっぱ頼りになるっていうのありますもんね。まずなんか、まずはランスケードとクレイジーボーイか、さらに、おーっと、いきなりトリッキーな技を見せていくコンヒーロー。あのスリーウェイダンスはね、なかなかこう決まりにくいんですね、3人がリング上にいますので。これ ECW 同士でも戦うんですね、いやもちろんこれ2対1のような様相になってしまうと、またこれはまた試合が面白くないので、こう全員が戦わないとね、これ、あー、なかなかやっぱこうやってスリーカウントは奪えないんですね。さあ、ランスケードとついにボールズ・マホーニーが人絡みということになりましょうか。首根っこつかみ合って、おお、また2人相手、ちょうど間に今ムーンサルトがね、スパッと入ってきました。あのね、これだけね、それぞれほらカラーの違うね、全然違いますね、全然違う3人のね、素晴らしい外国人選手、ね、さあ、クレイジーボーイが青コーナーに今トップロープ登ってますよ。さあ、ここからプランチャーですかね。いや、もう飛ばせりゃね、クレイジーボーイはすごいよ。プランチャー、いや、おお、今のは2回転いきました。ファイヤーバード、ファイヤーバードアタックみたいな2回転はあ。なかなかやりますね、クレイジーボーイ。まあ、いわゆるこのルチャリブレのエキスをたっぷりとこの注ぎ込んだ ECW の選手というふうに聞きましたが、おお、すごい、あのグラジエーターを思い出しましたけれども、グラジより飛距離出てますよ、出てますよ。うわ、ノータッチ、おまけに顔がまたね、このなんか今までのレスラーにないようなね、雰囲気持ってますよ。いい男です、はい、あの若き日のストーンコールドを彷彿させるようなね、あの日本人がね、こう思い描く、うん、こう金髪のこう気候子的な顔してるんですよね。そうそう、あのいかにも高級感漂うね、高級感漂う、うんうん、さあ、同じ金髪でもこのマホーニーとは全くこのタイプが違うという。マホーニーはどういうタイプなんですか。じゃあ、いや、こういうタイプで野獣のような金髪、あ、まあね、怪物のような ね、 そうですね、怖いタイプ、ね、さあ、なかなかこれはやはりスリーウェイダンス、一人減るまでがこれこうね、試合がなかなか難しいというか、駆け引きが非常に難しいところがあります。ただね、さあ、あの TWA はね、はい、あのショーマイケルズ率いる TWA は現在本当に向こうでも ECW でやってますんでね、あのここでやっぱり変な感じの試合になっちゃうと帰れませんよ、はい、恥ずかしくて。あー、今のニールキックはこのセンター危ない危ない。さあ、今ちょっとね、ランスケードがね、脳震盪を起こしたいかのような表情になりましたが、大丈夫か。顎のセンターにもろにニールキック入りました。ガマン、ガマン、あっと、ちょっと
あ、おお、器用ですね、マホニーは、うん、こういうこの風体で、あ、そしてギロチンを落としていく。なかなかスリーカウントを奪うのは難しいスリーウェイダンス。これはおそらくね、マホニーとクレイジーボーイはこういう形で当たった以上ね、はい、ECW ジャパンの中でのやっぱり格の違いを見せつけときたいんじゃないですかね。あ、マホニーとしては、あ、なるほどね。これは普通に考えるとランスケード対ECW2 人ということで、あっ、あっさりスリーカウントいきましたよ。あらら、今のは半失神ですね。あららら、垂直落下のブレンバッターで、あ、なんか持ってる、なんか持ってるじゃないの、あれ、あー、なフォークですか、フォーク、あの綺麗な顔に、あー、顔面がこれは血塗られることがもう この段階でほぼ確定してしまったか。これはいけません。ええ、ビバリーヒルズアクションはそういう話じゃないんだから。いや、別にビバリーヒルズアクションリング上でやることないでしょ。いや、これはまだまだこれから先未来がね、輝かしい未来の待ってる選手ですよ、ランスケードは。そうですよね。あ、ちょっと今流血しましたかね。あー、さらになんということをするんだ。うわーっと額にフォーク、ひどいことをしやがるぜ、ボールズ魔法に。あー、パックリ割れた。またこれ持ってる。このね、最近ね、この旅館の浴衣の帯持ってるんですよね。旅館のね、これちょうど良かったんですかね、どっかの温泉旅館かなんか行ってね、持ってきちゃったんですよね。だから、いわゆる前科一犯ってやつですよ、これすでにね。ねえ、勝手に持ってきちゃいけないですよ。うわー、その、うわー、これね、本当ね、ランスケーターはまだまだこれ未来のある選手なんだから。巻きつけて。うわー、怖い。うわー、精算なちょっと試合になってきました。やはり魔法にフォークを出してきたか。ね、あくまでも噂の息出ませんけどね、はい、一説によるとランスケードはWWF へのね、まあ、ショーン・マイケルズとのパイプなんでしょうけど、はい、WWF への移籍というかね、まあ、出張というか、それも内定してるしてないっていう話ありますんでね。今ね、ランスケードが見事フォークを奪った。あ、ダンスよ、ダンス、こう見えてなかなか激しいとこありますね。いや、そりゃ目には目をでしょう、当然ね。そのあたりはショーン・マイケルズ仕込みということあるんじゃないでしょうか。うわ、助走をつけて今フォーク攻撃。うわ、魔法にもこれ流血しますよ、魔法にも流血しますよ、これ。あー、流血か。うわ、すごいですね、生産。うわ、おびただしい血が今マホーニーのね、凶暴なこの顔にをさらにおぞましいものにしています。おお、二段蹴りで顔面へ。いや、これはね、いや、これはキャーですよ、当たり前ですよ。そんなあんなの降ってきたら、いや、すごい、すごい悲鳴が、スクリームでしたね、完全に。おー、いや、キャーだ、キャー。うわー、うおー、巨漢が今私たちの足元で。ダンスケードラフトファイトもいけるね。いや、いけますよ。どうですかランスケード。うわー、その金髪には真っ赤な血が今滴っていますが、この鮮血がですね、ランスケードの何かこの本性といいましょうかね、実にこうプリミティブなものを引き出しているかのようにも思われるわけであります。さあ、ランスケード、しかしながらやはり場外、最終的には魔法人が、これ見てると面白いですけどね、マホーニーがランスケードを叩きつけた形になりました。今マホーニーが客席の中歩いてる時にね、はい、誰一人目を合わそうとしないお客さんがね。いやー、うかつになってね、お前メンチ切ったなって言われちゃったらね、目合わせたら本当飛びかかってきそうですもん、これね。本当に一触即発ですよね。これは ECW ジャパンはやっぱり恐ろしい選手を抱えてますよね。もうだってコントロール不能でしょ。あ、まあ、いやー、エクストリームな匂いがしてきた。おお、ちょっと待って、おっと、うわー、こんなところで、ちょっと杉作さん、いや、私たちこの放送席のまさに真横で、うわー、うわー、もう逃げますよ、ね、僕はに、ね、杉作さん、勘弁してください、もう、私たちね、この試合を実況する使命がありますから ね、 ここを逃げてはいけない。うわー、ちょっと待って、うわ、真横で、うわー、椅子を、うわー、ちょっと恐ろしいことで、私たちはこの放送を続ける使命があるわけであります。まさに真横で、まさに真横で今、実にエクストリーム。あら、危ない危ない、ランスケードの巨体が、ランスケードの巨体が、あーっと逆にランスが持ち上げる。うわー、こう、おー、人を、お、このまま、なんですか、
周りにも出てさあ、急所に一発。うわこんな間近でちょっと、うわこんな間近でこの巨体巨漢同士で、ね、超前だからね、あんまり逃げ場ないんですよね。ちょっと、いや私たちの放送席の後ろにももう緊急避難で逃げ惑うお客さんがねもう束になってるわけですけども、いやー緊急避難で逃げ惑うお客さんが束になってるっていうのがねもうもうね、まあ、いいですけど。さあここからちょうど今私たちの真下に来ました。魔法にのパンチ一発一発重いですね。重いですね。肉のちぎれる音が今しましたよ。さあ魔法にがこのままスクエー頭打ちましたよ。角ですかね、机の角。あーガスケード、ちょっと待て待て、ちょっと息絶え絶え、目もうつろになってしまったか。いやハードコアな瞬間です。実にエクストリームハードコア。うわちょっと言葉を失ってしまいましたが、いやこれあの今そこでね分けてる、まあ、あの今ほらつけ、ね、あのちょっとねやってくれてる向井君も顔面が青ざめてますよ、この辺のお客さんみんな顔面青ざめてますもん。だってあの巨漢同士がこう殴り合ってるのあんな近くで見たことないでしょ。だって普通、はい、いや恐ろしいですね。杉作さんの私はね勇気に今ちょっと心を動かされましたけれども、ええ、よくあんな間近で、そうでしょう、マホーニーとランスケードやってるのにランス頑張れランス頑張れってよくあんな大きな声でマホーニーに聞こえるように言えましたね。いや分かんないでしょう、さすが勇気ある。分かんないと思ったんです。私は見直しました杉沢さんのこと。僕の英語はこの前ほらね、ブレンバスタープラスで外国人の人に話した時六本木で全く通じませんでした。全く通じませんでしたから、僕の日本語は外国人にとっては一種の暗号であるというのがもう分かりましたから、ね、であるというさあ息を吹き返したランスケード、赤から、おおダイビングのラリアットだ。ランスケードもタフですね。あそこまでやられていて、あのもうダメかっていう感じのね。ああランスケードもだいぶ荒れています。ちょっとねちょっとこれ頼もしいな。ランスケードも熱くなってますんでね、あの ECW スタイルには ECW スタイルでお返ししようってことじゃないですか、これ。さあ場内に今椅子が3つ4つですか持ち込まれて、その椅子の上に、うわ鈍い音がした。何か非常にこのなんて言うんでしょうか、ガツッっていうね鈍い音が今後楽園に響き渡りました。そりゃ聞いてるでしょ今の。魔法にああいった投げられたことないですからねあまりね。だからねこのねあのランスケードって選手はあのいろんな技できますしね、あのパワーもあるしね。あーっと今ねマンハッタンドロップを失敗したらすかさず急所にね飛んでもよし、ギロチンを落としていきました。全部揃ってますよね、はい、まあ、あの多少荒削りなところねまだ若さゆえありますけどね。あのでもその荒削りなところがまたね、うん、ランスケードの魅力だったりするんでしょうけれども、そうそう、これだからね無鉄砲なバイトね、とんでもない、どう思いました伊藤さん。いやとんでもとんでもない大物選手になるっていう予感ないですか。予感しますね。ねえもう今はっきり覚えておかないと。ランスケード。ランスケードと今のうちに仲良くなっておかないと。そうです、いずれもものすごいビッグステージで名前を見るようになるんじゃないですかね。うん、このランスケードとタレックパスカっていう選手は。なんでそこでパスカ。いやいやこのランスケードとタレックパスカっていうこの人はね。クパスカ。大化けしますよ。大化け。まあ魔法になんかも今すでに大物です。うわーこれはギロチンをかわされてしまいました魔法に。まあ、あのこの魔法に対策としては、ええ、自爆誤爆を誘うというのが一つ ね、 そうですね、戦法としてありますんでね、ええ、自らの巨漢がとあざとなるというタイプですが、うわあ顎の先端にトラスキック、さらにこれでもランスケードも立場的に微妙ですよね。 FM のおそのまま落としていった。 FMW と ECW のただ争いに巻き込まれた感じですからね。まあ、巻き込まれたというか、あちょっと待ってダブル、おお今ねダブルでカウント数えられてたのか、あるいはどちらなんでしょうか。ダブルでしょ今ね。そうですかね、うん、2人ともただどっちかというとランスの方が効いてますよね、うん、肩を上げました。ランスの方がまずいですよこれ。あーまたなんかえフォーク、あれゴロちゃんあれなんで出しとかないの。あまだずっとあれですかリングの中にずっとあったんですか。これはこれはゴロちゃんの これはゴロちゃんはこれ業務怠慢ですか ね、 こ
これはいけませんねえ、あれ早く取り上げないと。新潟県警じゃないんだからねえ、これはちゃんとやらないと。手抜き捜査と言われてもしょうがないですね、これは。あ、ゴロちゃんいけ、ゴロちゃん頑張れ。ゴロちゃんここで頑張ってもこれどう、え、ああ、あれ、あ、嘘、ちょっとこれはね、ゴロちゃん助けてあげないと。いや、これいくらレフリー体鍛えててもね、これフォーク攻撃早くダンス、よーし、とー抜けた。うわうわうわ、こわこわ、化け物ですよ、化け物。カモンカモンって言ってますよ。椅子抜けた時のあの嬉しそうな顔、あー、これはうまい。これ、荒井社長があの ECW 行った時に やられたビデオってのは今日流れるんですか。流れますよ、あの時も魔法人はものすごい嬉しそうな顔してるんですよね、荒井さんがボコボコにやられてるの、ね、一緒に暴行しながら。もうね、魔法人の魔法人のボディーガードぶりって言ったらね、こんな頼もしいものないなってぐらい。もうあんなのボディーガードにつけてるんだからね、ポール・イは幸せですよ。幸せですよね、絶対暴行されないものだって。ほんで目の前であの人がやられてる時の嬉しそうな顔、あ、やっぱこの人も精神鑑定受けた方がいいんじゃないですかね。え、僕おかしいですよね、そんなの、人間として。そう、斉藤さんと一緒ですよ、そういう意味では。もうさあ、ボールズ魔法人が今ランスケード、なんと斉藤さんも時々ね、人がひどい目に遭った時に笑ってたりしますよね。これは、あー、なんと椅子の上に、うわー、これはランスケード、さすがに返せないか。何か会場にね、ため息のようなものが漏れましたが、ため息と諦めみたいなものが出ましたけど、ね、ランスケードもダメだったか。でもランスケードあと一歩というところまで来ましたが、いわゆるこの ECW スタイルで真っ向から受けて立ったという部分では非常に評価できるんじゃないですか。そうですね、ただあ、できることなら撲滅してもらいたかったですね。これいいチャンスだったんですけどね。いや、それにしても魔法に相変わらず恐るべしという部分はね、ただ怖いのはね、斉藤さん、はい、ECW ジャパンって言ってますけどね、はい、バックに ECW がほら、さっき新井さんの話ありましたけど、はい、完全にもうほら提携してることが分かっちゃったわけでしょ。そうですね、こういう選手がもう続々いるわけですよ、 ECW にね、ものすごい人数いるわけですからね、はい、なんかちょっと嫌な感じになってきましたよね。これ一人やっつけてもまた次がいるのに、その一人すらやっつけられない。あ、大丈夫ですか FMW、 このまま ECW ジャパンにややもすると乗っ取られてしまうという、実に危ない状況が今 FMW のね、このマットを取り囲んでいると言ってもいいでしょうか。いや、しかもその ECW ジャパンをね、率いているのが冬木だってのがこれ消せないでしょ。またイーズビッグボールと書いてありますが、 ECW ジャパン、 ECW 人気ありますね。今アメリカでも ECW はもう人気がどんどん急上昇してますからね、はい、まあ、あれだけ、まあ、いわゆるそのエクストリームスポーツというのはいわゆるこの巷でも流行ってるわけですけれども、ある種この ECW の方がそういった部分では若者のハートをねガッチリと掴んでるわけじゃないですか。だって今もうアメリカで一番大きい団体って言ったら WWF ですけど、はい、ECW の選手は今そこへ移籍した場合は、はい、いきなりもうメインですからね。ダッドリーボーイズも WWF、 あれ何しに行ったのか、うわぁ、南側のお客さんにもね、ああ、なんか嫌味な男だな、あれ、南側から去っていきましたよ。いやー、この辺りはどこ行くんだろう、エンターテインメント性もね、ちょっと垣間見れますけれども、魔法人の。ただね、このランスケード良かったよ、はい、リング上残されてしまったランスケード、まだ来てもらいたいですね。いや、ぜひ、さらに一回りも二回りもね、これ若いですから成長するの早いですからね。早いですよ、もう来月ぐらいにはまださらに成長してきてると思うんでね。で楽しみな選手であることは変わりありません。だってね、はい、去年来た時に比べてもうすでに体がちょっと大きくなってますからね、いいですね、はい、この、まあ、惜しみない満場の拍手を聞いてもですね、まあ、このランスケードに対する不安の期待度というのがね、伺い知ることができるわけであります、うん、ただまあ本当ね、ECW はもうアメリカでもどん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 ね、はい、第2団体にのし上がっさあ行こうとしてますからね。いよいよ その中で日本制服っていうのが出てきてるのは当然の話は話なんですよ、これね。あ、なるほど、うん、
次はあれじゃないの斉藤さん。ついに来ました、日本人初性転換レスラーデビュー戦であります。まずは正真正銘の女性、中山香織、本川亜美の、この人は性転換じゃないの？なんてこと言うの。あ、こっちじゃないんだ。本川じゃないですか。工藤あずさか。失礼なこと言っちゃいけない。工藤あずさが性転換だ。工藤あずさってあれどんな女なんでしょうね。まあ、あの一説によるとシュープロなんかに言わせると工藤あっていうらしいですけどもね。工藤めじゃないの。工藤あ、工藤めぐみの妹さんかなんかですかね。だからちょっと期待したりなんかして。工藤めぐみの妹だったら美人でしょう、これは。ねえ、工藤めぐみの妹だったら、はい、相当美人ですよ。工藤あずさん入場です。工藤あ、さあ期待しましょう。しかしあの東京スポーツに載ってた写真を見る限りはちょっとどうなんでしょうという部分もありますが、はい、あずさが巣に点々じゃなくて巣に点々でしょ。あ、はい、かわいいね。かわいい。何か、あ、音楽もまたこれムーディーな雰囲気が漂ってますけれどもね。どんな色、あ、どんな色っぽい性転換レスラー、女性というか、うわうわ、おい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 、これが工藤、これですよ、これ、うわ、あ、向井君がこれ今ね、向井君にねキスをしようなんていう、うわ、あ、さあ、その工藤のリングインとともに、これちょっとまだ選手の紹介もないのに、中山本川が一気に攻めていそうという、いや、まさに化け物。いや、化け物ってやった、クリーチャーでしょ、クリーチャー、カツラまでほっつけなくていいだろ、本川。カツラ、いや、カツラっぽいなとは思ったんだけど、それにしてもなんでなんであのペイントなんでしょうかね。かっこいいよ。あのいわゆるヤマンバのメイクをしてますね。俺は乗ったね、これは。乗りました、うん、いや、私はって下世代もありますが、俺は乗ったな、さらに、あ、ヒドが見てますね。うわ、ヒドがほら飛びました。ヒドじゃない、ウィリー高山。ウィリー高山ね、うん、喜んでますよ、ニコニコしながら。工藤あずさっていうから、ほら、どんなやつだろうと思ったんじゃないの。ねえ、さあ、このソーラーの中でちょっと忘れてますけど、元川はもう連合軍、怪我の方はかなり良くなったみたいですね。めたく復帰しましたけれども、はい、というね、まあ、大事なことはちゃんと報告しないと、斉藤さん。そうですね、元川復帰しました。僕はコメンテーターですから、はい、このシリーズから復帰しています。あんまり喋んなくてもいいんだけど、はい、斉藤さんはしっかりお仕事しないと。おお、あ、ヒップアタック、これ手術、最高。手術直後でちょっと痛かったっていうのはある。それはね、なかなか手術してね、うん、治らないし、あそこはね。あ、お尻が弱いんですか、クドアはね。でもあれ、どう、クドアルーソックス履いてんだ。結構綺麗ですよね。誰が、おお、なんてことない、クドアですよ。中山が見事に、さらに元川が、死ね、死ね、死ね、いや、元川がこの死ね、クドアね、僕の記憶では試合中に堂々と死ねって言ったのは、リバースのスイング DDT 以来ですよさらに高野健二が菊沢に行って以来じゃないですか、あれは。そんなデータ引き出してどうするんですか。いやいや、さあ、死ねって、そこまで悪いことしてないんだもん。だって、いや、でもね、存在自体が許せないんでしょう、元川あたりにするとね。あのね、でもね、性転換は、ね、個人の自由ですよ。いや、もちろんそうですよ、あ、あれ、ああ、そっかそっか、効かないんだ、効かないんだ、すごいや、効かないんだ、あー、ビンタ、これね、おお、ビンタ、やっぱりビンタは強いな、おい、アズーさん、アズーさん、さあ、クドアがしかし、おー、ラー、マヒストラル、あー、そのまま抑え込まれて、元川、ダウンと3、アズーさん、いいよ、アズーさん、アズーさん、なんと、見事、デビュー戦を制しました、クドア。ちょっとアズサ良すぎるよ、これ。でもまだお尻をね、押さえてますけれども。ただ本当、どこかでちょっと見たことあるような気がしますけどね。そうなんですよ、さっきから私も。どうもこのどうやらやたらめったらこのチョコさんがお気に入りのようでなんかどっかで見たことあるような。でもなんかね、ちょっと
なんか音楽も決まってるね、工藤は。あの先ほどの魔法人じゃないんですけども、リングサイドのお客さん誰一人目は落としませんから。なんかね、あの、すごい都会の風を運んできたって感じしますよね。どっから都会の風吹いてんですかこれ。僕みたいな、やっぱりね、あの地方出身者から見ると都会の感じがしますよね。どこがですかそれ、よくわかりませんけれども、ね、僕はよくね、あの都会に出て行ったらね、あのそういう人がいるから気をつけろなんてね、よく友達とか親に言われたもんですけどね。ああいう人がいるんですか都会には。いや工藤あとさ最高じゃないですか斉藤さん。リング内で同時に戦い、あれですか、これからレギュラー参戦ですか工藤は。ザモジャイフダブルの選手ということですよね。だって今日勝ちましたからね。毎回見れるんですか工藤は。実力が伴ってなければ別ですけど、最終的に勝ち残った。あとレスリングテクニック的にもかなりしっかりしてましたよ。でもあまり技は見せませんでしたけどね、でも身のこなしとかね、締めるとこは締めてましたよ。あの締めるとこ締めてましたか。あの張り手なんかも結構ポイントね、あの張り手は素晴らしかった。情念こもってましたね。あ、なんですかこれは。さあ次期 WEW タッグ選手権挑戦権獲得試合ということになりますけれども、さあ、あのいわゆる今あの先ほどのスリーウェイダンスのタッグ版ということで、しかもチームが4チームあるということでね。だからタッグが4チーム全部リングに一度に入って、はい、これはね8人でまずはあのバトルロイヤルみたいな形になりますね。8人でバトルロイヤルをやるんだけれども、はい、そのタッグチームのうちの1人が負けると、そのタッグごと失格ということですね。タッグごと失格ということです、はい。だから8人で戦いながらも自分のタッグパートナーを助けに、おっと、ははあ、そうか、このテーマソングはね、カオルコちゃんの試験勉強でずっと休んでたんだから。そう、見事あの期末テストはどうだったんでしょうかね。ちょっと斉藤さん、すごいいい女性になってません？革パンが似合う年頃になりましたね。かわいい。ちょっと痩せましたか？綺麗になった。マイク入ってないよ。マイクがね、入ってないね。カオルコちゃん、マイク。何急に優しくなって。綺麗になってるね。ため息が、あ、何やっても許されるよカオルコちゃんは。そうですね、そうですか、何やっても OK。 スペシャルリングアナウンサーの新井社長の姪の高校2年生の新井カオルコです。あ、そう言われてみるときちんと自己紹介をお客さんの皆さんにしたのは初めてですもんね。どうしたんですか、なんか性格が丸くなってませんか。改心したんですかねカオルコちゃんは。不良娘が家に戻ってきたんですかね。大谷久勝組の入場です。かわいいな。山崎悪いけど戦う気なくしますけれども大丈夫でしょうか。僕は中村さんよりいいな。こっさあ中村さんもきっとこっちの方がいいと思うけど。いや大谷そして山崎組ですが、今日はねあの谷本さんがね、病欠というの風邪をお引きになられたそうで、ね、まあ谷本さんも今あの時代劇レギュラー出てたりして忙しいからね、あの体体調ちゃんと整えてからまたね、はい、復帰していただきたいですね。はい、あの先ほどからねあのカオルコちゃんがリングに上がったんで新井さんがね心配そうに見てるんですけどね。リングサイドでもカオルコちゃん綺麗になったね斉藤さん、はい。中川コーチ組の入場です。うわ、いいな。なかなかいいですね。僕も名前呼んでもらいたいですね。いや、なかなかいいですね。斉藤さんどうですか。いや、私もちょっと呼んでもらいたくなり、今のは良かった。斉藤さんはだって奥さんもいるのに。あの、したったらずな感じがね、なかなか。奥さんもいるのに。いや、まあ、それはそれ、これはこれですからね。僕は促進ですからね。いや、それはちゃんとノミネートしてもらいたいな。呼んでもらうだけならいいじゃないですか、別にね。さあ、ゲド、そして中川コーチ。なんかこの野獣のような面々がどんどん集まってくるのと対照的にね、あのカオルコちゃんのコールが実に和ましてくれるというね。野獣の面々が入ってきてね、心配ですね。犯されるかもしれない。なんてこと言うんですか。佐々木義則、大阪秀樹組の入場です。なんてこと言うんですかって言いながらニヤニヤしなくていいでしょ。あのね、入場ですのね、入場ですって伸ばすのがいいね。いいね、うん、これから中村さんも取り入れないとね。佐々木穂坂であります。このチームは2000年穂坂見事復帰を果たしました。僕はねこのチーム結構この試合の優勝候補でかいっすもん、うん、本命と言ってしまってもいいかもしれない。僕は案外これ分からない、この大きさはね、これ、さあカムアウト&プレーが流れてきました。最後のタッグが入場してきます。野党派手村金太郎君の入場です。
も金村、そして邪道組が今や遅しところダンスをスタンバイ。さあ行った。いやー、後ろのね、一緒に踊るお客さんもね、日に日に増えてますよ。増えてますね。今日はすごいな、おい。これは今までの新記録なんだよ、これ。新記録じゃないですか。すごい多いですね。いやー、やっぱこの一体感がいいですね、TNR は。はい。さあ、おお客さんとハンドタッチで応えています。金村金太郎、まあ、金村といえば先日の第2本で残念ながらねベルトちょっと取られちゃったんでね、ぜひ奪還してほしいんですけれどもね。いや、カオル子ちゃんかわいいね。カオル子ちゃんなんかスリムになりましたよね、本当ね。ちょっと痩せました、うん、はい。あ、今日はこちら側を向いて、あ、ステップ付きだ。あれあれあれ、なんですか。あ、ちょっと待って、こっち来てる。やだ、なんかやだな、これ。やだな、ちょっと待って。ちょっとなんですか。あーっと今放送席を囲まれて、どうしたんでしょう、どうしたんでしょうか。おーっと、完全に私たち放送席ジャックされてしまうのか。うわーっ、なになに、あー、大丈夫ですか。呼ばれてる、呼ばれてる。あー、今杉作さんが TNR、 あ、写真撮ってだって。じゃあすごい、後ろの人も、あピースしときます。あ、よくわかんない状況、よくわかんない状況、あ、よくわかんない状況に、あ、なんか優しくなりましたね、 TNR の人たちは。あれ、あ、もう始まってる、始まってる、始まってるよ、もう試合始まってるって。試合始まってる。おお、あー、ちょっと、おお、おお、ごめん、あ、やばい、ちょっと、あー、杉作さん、杉作さん、あ、マイクして、マイク。うわー、怖っ、怖っ、怖っ。もう今日は怖いこといっぱいあるな。うわー、真後ろ、ここ危ないよ、ここね、目立つんだよ、ここの場所が。どうしてもレスラーの目と目があったりするんですよね、ここ。いや、もう、やいくら仕事とはいえね、これ。ちょっといくら仕事とはいえ、これ同行してますよ、仕事の内容のね。ここまでのギャラは斉藤さんがもらってないでしょ。もらってないですよ、これ。これはもう、俺大体去年、命がけだもんだって。去年ここにいて、ほら、H にやられた時、一週間寝込んだんですから、本当に。ちょっと、これもちょっとどこをかけていいやらわからないんですが、今日記憶がなくなってしまいましたね。いやでも僕はすっかり邪道あたりには暴行されるんだと思って。いや、思いましたね。完全にもう股間が縮め上がったんですけれども、何もされませんでした。よかったね、え、優しくなりました。あー、マットめくってやってますよ、邪道。もう、うわー、せっかく放送席危ない。さあ、このね、大家さんがちょっとね、怒りに震えてましたから、ふざけたことしやがってみたいな感じでね。怖い。さあ、金村今一人でリング上で椅子に座っています。金村選手ね、かなりきついのはきついんですよ、うん、体調的に。体調がね。あっ、佐々木がまたね、佐々木やるね、おつなことしますね、うん。さあ、リング上は佐々木と金村になりました。おー、ECW 撲滅のためにほら FMW で一致団結したわけですから、はい、金村選手と邪道選手と下道選手が行くわけでしょ、はい、一緒に W に乗り込んで。そうですね。この金村選手、邪道選手、下道選手って今大忙しですよね。はい、外から の敵を全部迎撃する。まあ、それだけね、大日本もそうだし、実力か、あ、大日本もそうですよね、うん、大日本もそうだし、ECW もそうだし、まあ、それだけファンの期待も高いということなんでしょうけれどもね。大阪が今鉄柱自爆。いやー、だから本当ね、映画で言ったら主役ですよね。ヤクザ映画とかで言うと主役ですよ。主役ですか。九州進行作戦っていうか。おーおーおー、 TNR が主役。今ね、邪道と山崎がまだ激しい争い。大家さん、髪が少し生えてるからな。でも今、あ、だいぶクッションになりますか。
大家さんのあの微妙なあの髪の生えた顔がなんかのあれ、ね、いいですね。連続ドキュメント広告みたいですね。面白い。連続ドキュメント CM みたいですね。発毛時代って感じ。発毛時代って感じですね。おーっと今下道が あれ金村がスポーツ新聞ですかねこれ。金村やっぱりこういうの戦い方を分かってるっていうかね。あのもしでもこれあ違う求人違う求人欄もっと変なページですよ。もっと変なページですかね。うん、はあ何か斉藤さんの大好きなページですよ。杉崎さんでしょそれは。さあそれは斉藤さんでしょ。あ今のゴング何今違うでしょ。今が始まったんですよ。として試合は今試合開始。あ大家さんが鳴らしたんですかね。この試合はでもねあのなんて言うんですかみんなで仲良くやろうっていう中での、はい、なんて言うんですかこの次期の WEW タッグ選手権の挑戦試合ですから、はい、勝つことは出場目的なんだけれども、はい、なんかこう今までの戦いとはちょっと一歩違いませんか斉藤さん。それはお互い確かめ合う的な部分があるということですかね、うん、さあリング上はあとどうですかこんな面白い試合ね金村が今の斉藤さん、ええ世界のマットでも見れませんよ。いや私上見てくださいよ。ちょっと何が起きてんですかこれ。100% 伝えきれない部分があるんですけど。何人絡まってんですか何人あれ。4人の呪術つなぎの首おんの字という。面白いな、このカルピス子供劇場でも見れませんよあんな面白いものは。カルピス子供劇場と比べること自体がナンセンスでしょ。あさあこれ下道選手最近辛いですね。佐々木が奥に行ってしまったリング上は特に大きい選手とこうやってたた当たそうですね。またまたまた当たっちゃうんですよね。中川も今ゲドを助けに行った。あのダンスゲドとも当たりましたもんね。うん、シングルで。あっという間に5分が経過してしまいました。鼻くそ食べさせた。大谷さんに。大谷さんに鼻くそ食べさせた。誰が？うーわー。金村選手が。金村の鼻くそ。金村の鼻くそ。大谷さんの顔がすごい歪んでましたからね今ね。マットの上は飲食禁止でしょ。飲食ってあった。金村の鼻くそだから栄養は満点でしょうけど。満点。さあ。うわー。トップキック。斉藤さんはちょっと笑ってんだからいつも人がひどい目に遭ってた時にそうじゃなくてわーって言ってました笑かすのは杉崎さんでしょう。あーあー山崎が飛んだ。さあこれでやっとリング上がやっぱ斉藤さんはやっぱり実況界のサイコパスだね。小坂の殴り合いということになりました。こちら側今カメラが捉えたのは山崎と金村。さあそれにゲド、邪道も絡んでくる。チームをおさらいしておかないといけないんですけども、大谷と山崎がこれタッグですね。大谷山崎。小坂佐々木タッグ、そして金村邪道がタッグ、中川ゲドがタッグということで、これ当然タッグパートナー同士の戦いというのは当然ないわけですけれども、とにかくこの8人がこのバトルロイヤルのように戦うんですが、何せこの広い後楽園ホールもう全面を使って、ああ、なんと金村がね今ね。売店の方まで行っちゃってカメラ追い切れませんね。ああ売店の方まで行ってしまいました金村。売店まで行くとカメラは届かないですか。届かないんですよ。ああちょっとどういう展開になっているのか。ああそしてリング上は大谷が荒ぶってますね今日も。荒ぶってます。荒ぶる男大谷久勝。さあ2位落として、おお今日谷本さんいないからほら、うん、荒ぶる男を沈める女神がいませんからね。そうだ、ええ、荒ぶったまま荒ぶったまま控室に戻っていっちゃうことになるわけですよ。ああまた来た。今日は何だろうな。もう、ね、なんでみんなここに来るのかしら。もろですよもろ。このパネルすごい重いんですよ。あーリング上危ない。ゲド危ない。あーやっと金村戻ってきました。いやーちょっと受難の日ですね今日はね。うわっ荒ぶってます。荒ぶってるよ。荒ぶってるよって言いながら笑うところが斉藤さんのいいところだよ。いやーすごい。もうミスターサイコパス斉藤満。なんで最高サイコパスとは失礼でしょう。それは人に。さらにリング中央でこれ大谷さんはでもあのやっぱりねこのね挑戦権獲得する気ですよ。挑戦権獲得なんて言ってましたけどパネルクイズだったっけ。15で挑戦権獲得パリニースに手叩きますっていうね。こだまきましたよね。さあさあ
ゴールを取られてお立ちになるのは誰かな。今中川フォーああ今日手刀ですかね。手刀ですね。小玉清さん来てるんじゃないの、はい、ひょっとして。来てないよ。なんで小玉清さんが。試合終わった時に出てくるんじゃないですか。挑戦権かなそれ言うな。食べたら言うため小玉清さん来てるかもしれませんね。エンターテインメントプロレスだから。あ、何してね。円楽さんがコミッショナーだぐらいですからね、この団体は。だこれ多分残り2チームになった時に言うじゃないですか。アタックチャンス。アタックチャンス。アタックチャンスあるかもしれない。あるかもしれない。アタックチャンスの狙い目はね、大谷選手ですらだって。あの角を取ってね。まあもうつまらない話伸ばしてもしょうがないですからね。はい、さあ、逆水平。あ、これね、邪道選手荒ぶってますよ今日は。ほら、邪道はやっぱり今までずっと体調がね、正直言って100%ではなかった部分もあるんですけれども、うん、ここへ来てね、がっちりと戻ってきましたよ。あ、金村が帰ってきた。そして片方では山崎が空を飛んでいる、ね、そして片一方では小坂がテーブルを持って帰ってきた。そして片方では金村がどんどんリングに近づいている。そしてこの多言中継でお届けしています。邪道がね今、そして邪道は客席に佐々木を放り投げました。そして小坂はあれ何をしようというんでしょう。コーナーに立てかけています。ちょっと下道がねずっとリング上で攻められているのが気になっているんですが、先ほどから下道はロンリーバトルになってます。そこへ金村が今まあそれは今絵で映ってますんで見ていればわかることですけど。うわー、大谷さんすごい。大谷さん今あ、その荒ぶる邪道がテーブルに持ってくれた。さあ机も小坂もみんな荒ぶってます今日は。みんな今日荒ぶってますね。最初のカオル子が火つけましたかね、荒ぶる男たち。そうですか。あれで火はつかないでしょう。いや、中村リンクアナはかなり火ついてるからなんですよ。中村リンクアナ明日から出場するかもしれない。あれ何ですかね。金村もあれフォール状態だったんでしょうか。いやー、とにかく目のやり場に今でもカウントされてたのは違うでしょう。目をどこに向けていいのかわからないぐらいいろんなところで戦いが行われているわけですが、どうやらどのチームもしぶといですね。今ビルディングボムと佐々木ののど輪落としの合体です ね。すごい強烈な技、ある種の 3D 殺法です ね。これはタッグがなかったらゲドーも3カウント取られていたかもしれません。さあ中ちょっとね、中川下道タッグがかなり劣勢なんですよ実は。ただしね、これ全部チームって言ってますけど、はい、やっぱりほらチームのリスペクトを解体されたとはいえ4人いるわけですからね、はい、それは助けてくれるでしょう。それあ助けませんかね。金村もでということですかね、うん、いやそれはどうでしょうか。まあただね、やっぱりチームのリスペクトというものがありますからね、心の中で。ああちょっと見ましたか斉藤さん、あそこから助走なしのその場でね、顔面にですよ、顔面に。そして万事、そして万事、まさにリングの魔術師ですね大谷さんは。さあおお、山崎が、おお山崎がいいカットに入った。これはどうでしょう、大谷山崎タッグが、ね、今僕はチャンスかもしれない。やっぱり優勝候補だと思ったんですよ。そんなこと一言も言ってないでしょあなた。さあストバックに、さらにあーブレンバスター高速だ。山崎がおー、一足飛びで、おー、そして距離十分、会場どよめく、山崎、実にいい動きを見せています。山崎も、山崎ど、なんか髪の毛伸びて、またかっこいいですね。山崎、今、空飛んでるみたいじゃなかったですか。無重力ね。もう UFO 殺法と名付けましょう、UFO 殺法。もう一回出た、UFO 殺法。山崎はこんなトリッキーなことができるんですか。あー、でもこれは決まった。これはスターの話せんばりの、おお大谷さん、今大谷が足をね、顔面にカットに入りました。大谷リッキーさんだったらどうなったか、ちょっとね、まあ、届いてない、空振りでしょ。僕はそこまでは言ってませんけどね。性格悪い男ですね。あ、さあこの裏十字、あ、三角締めだ。これは危ない、入ってしまったか。うわー、これは山崎三角締め。邪道は最近こういう攻めにはサーブミッションがね。あー、ゲドー危ない。おーおー、さあ邪道はこれ完全復調してますね。ねえ、今山崎を三角締めで葬った後、大阪も完全復調してますよ。あー、今度大阪が、あーすごい、あー何をするの、うわー
まずいだろ、いくらなんでも。死にますよ、あんなことしたら。これね、ECW ジャパンの警備体制っていうことでそういうことやったのかもしれんけど、ちょっとあの、邪道はね、あの、はっきり言うけど治ったばっかり、治った瞬間かもしれないね、今。もう一回これ、もう一回これ首、大丈夫か。うわ、保坂、ね、強いぞ、おい。あの、さっきの前言撤回しましょう、一致団結してみんな戦いがいつもと違うって言ったけど、いつもより激しいかもしれないよ、これ。ものすごいことになってますよ。うわ、保坂、強い。戦う男たちの闘争本能というのは、斉藤さん、恐ろしいですね。うわ、ビルディングボムチャンピン、保坂、すごいっすね。杉崎さん、いや、もうフランケンシュタイナー、まさに暴れ回るヒグマだ。斉藤さん、だ僕一番最初言ったじゃないですか、保坂佐々木コンビは怖い、本命だって。すごいすごいっす、もうね、誰も止められないよ。ああやっぱりね、保坂佐々木の戦車とね、ヒグマのものすごいタッグ。これ整理しますと、はい、あのどのチームが失格になりました、まだですね、あの山崎大谷組だけですね。うわ、この喉はもうすっごい、あんな動きをあの体からね、見事に。あ、やっぱり相変わらず芸能中川タッグは劣勢ですよ。あ、危ない、中川が佐々木の餌食になってしまうのか。うお今ね、喉輪を掴んで起こしちゃった相手の体。怖いですな。うわー、すごい。あ、邪道が助けに入りました。やっぱり TNR はやっぱ残ってますね。そうでしょ、あ、これ邪道大丈夫だったのかな。うわ、邪道も、おお、これは耐える。あ、サミング、この辺はやっぱりね、あのお店山線ですからね、邪道はね、うまいですね。あ、いやー、でも佐々木が何かの怪物になってますよ、うん、怪物。うわー、おわー、おー、これはうまい。邪道が首根っこを掴まれながらも耐えていくが、うわー、首に爆弾を抱える邪道としては先ほどから実にヘビーな展開になっている。あの、邪道が完全復調したってのは、ECW また出ますよ、これ。このまま持ち上げるの、このまま ECW 遠征してもらうってことではすごくなんか明るい材料ですよ、これは。そうですね。うわー、ついに、あー、あれ、え、なんと喉輪落としをまたしても下から、まさにあのバーリトゥード、グレイシーを見てるかのようなね。うわー、あーっと、あ、裏十字か、決まりましたね、腕が決まっちゃいましたね。はーはー、佐々木がギブアップ。いやー、邪道はいつからあんなグレイシーな男になってるんですか。だからやっぱりね、僕言いましたけどね、金村邪道組っていうのはやっぱりこの試合の中ではあのかなりね、海戦山戦って意味も含めて負けないですよね、うん、やっぱそういう意味で考えると本命ですよ、うん、さあ杉作さんの本命視していた佐々木穂坂組が残念ながらここで退場です。でもあの見てる間に僕の気持ちとしては邪道金村組じゃないかなっていう気分に変わってきてますけどね。うじうじね、うじうじなんか言ってますけれども、途中で変えないでください、意見をね。さあ、あれ、あ、これはチームノーリスペクトがだから4人残ってるんです、今の逆数、ま、これ勝った。兄弟だけどね、これタッグ殴り合ってるよ。タッグに挑戦できるとなると、これはもうね、さあ、おー、うわー、兄者が弟に串刺しのラリアットというね、骨肉の争いとでも申し上げておきましょうか。さあホールだけポッと金村がね入っていく。もう一回下道が起こされて、今度は下道がちょっと息絶え絶えになっている。さあ、ロープを利用して何をするんだ、そのまま、おお、 DDT。 あー、ロープ、おお、今ね、穴崎レフリーがね、ロープを気づかずに3カウントあわやというところでしたけれども、いや、それにしても中川と下道、ああ、決まった、地球ウィンガーブロック、そのまま、わあ、足も絡めていく。ああ、これはちょっと逃げられないか、完全に決まっているぞ。うわー、まさにバリトゥーだ、邪道恐るべし。いやー、一
つの間にね、このサブミッション、このあの前回の後楽園からちょっとね、あのこの片鱗は見えてましたけれども、ここまでとは思いませんでした。おまけにそれで完全復調してますね、これはね。動きがかなりシャープになってきてますね。佐藤はね、恐ろしい存在になりますよ、こうなってくると。体を、まあね、なかなか大きいですし、まあ、ただその恐ろしい存在がこれからはほら、ね、選手なので、はい、一団結して ECW 撃滅のためにね、はい、やっていただくってんだから、ほら、まあ、そっちのパワーのベクトルをぜひそちら側に向けてほしいんですけれどもね。おお金村は本当に細かくよく金村見てないとね、面白いとこ見逃しちゃいますね、本当に。うわー、すごいラリアット、ぶん殴りですよ、マルタンボーラリアット。あー、ここも息絶えないけど、しかしなんとか中川がカットに入っていく。中川ゲドは全く攻められっぱなしですけれどもね、このまま終わってしまうのか、この試合巧者中川ゲドですが、まあ何かでも中川ゲドのことですからね、このままっていうことはなさそうなんですけれども、ちょっと攻め込まれすぎというね、うん、まあ、ただ世の中にはね、このままじゃないと思っててもこのままってこともありますからね。ありますね。スーパーパワーボム、スーパーパワーボム。おー、ゲドーはでもほらまだね、余力ちょっと残してますよ、あんな風にカットできないですよ。ああ、そのオーバーのトップ、余力が今失われたんじゃないですか。失われましたかね。うわ、ゲドー中川かなりしんどい展開になっている。ゲドーはだってね、ほんとね、金村が今ね、ニュートラルコーナートップロープ、さあここはしかしゲドーもアイプロンまで、あ足をすくわれて、お約束のようにね。あ、スモールパッケージはカウント、あスクールボーイか、うわーラリアット。いやー、やっぱりこの一発のパワーではね、どうでしょう、この邪道のラリアットというのはこの4人の中ではね、一発一撃したという感じがしますね。金村選手のキスって情熱的ですよね。ぶっちゅーいきますからね、助走を対角線たっぷりと取って、中川が、うわうまい、今ね中川のね目が死んでないなと思ったんですよね。あ、またこのパターンで三角締めを、お、そのままジャックナイフで固めて合う、カウント3、中川うまい、やっぱりうまいわ、負けないんだ中川けど、やっぱりやっぱすごいチームだね、斉藤さん、すごい、あんなことをね狙う余裕がまだあるんですね、あれだけ攻め込まれていて。プロレス博士と言われた僕でさえこれは読めませんでしたね。中川ね、目が死んでないんですよ、スタミナも恐るべしですがね、まあ、斉藤さんみたいに終わってからだったら何とでも言えるからね。いや、何とも言ってないじゃないですか、僕はですね。中川ゲドーは素晴らしい、向きなんて怒らなくてもいいじゃないですか、もうね、斉藤さん、あ、見てた、カオルコちゃん、見てあれ、スレンダーになりましたね。うわー、斉藤さん見て、あ、今、金村やりましたね、金村、もうグロッキーになってるつもりで、金村はうまいな、まだまだ、あー、これはカオルコちゃんもね、あはははは、たまらすっちゃ動画で、あー、あれ、違うんだ違う、いや私も違うの気づかないから、カオルコちゃん、ね、見てなかったのかな。え、カオルコちゃんね、続きまして、なんか前にいたのが私だったって感じですね、4選手に熱いキスのプレゼントを、あ、いや違うそっちじゃない、そっちじゃない、あ、あれ、カオルコちゃん、カオルコちゃん間違ったやっぱり試合見てなかったんですかね。あ、ゲドー選手が照れてる、本当だあ、これはいい光景だな、ね、あ、中川ほら、キャラ的にどうなんでしょう、あ、なかなかね、お金もらえばいいやみたいな感じあるんじゃないですか、いやいや、中川ってね、出れてもったいぶって、いやいや、ほら待ってるじゃない、あ、本当だ本当だ、あ、恥ずかしがるな会長TNR が優勝したということで、これとこれで良しとしましょう、TNR ファンの人は僕たちが
FMW 正規軍と何で組むかとかそういうふうに思っている人がいると思います。僕たちも組むのは本望ではないですね。でも理由があるんですよ。 Because なぜならば俺も兄者も兄さんも会長もあの FMW 正規軍と新井社長に弱みを握られてるんですよ。実に説得力のある理由でしたけどね。嘘です。おい、踊るんやったらリング上がってこい。あー、いや、一致団結したんだから。大家さんもいるんだよ、だって。いや、大家さんも踊るの。どうせ踊るつもりよんねやろ。ここにいたもんね。あー、いやー、これ大家さん楽しみだな、僕個人的には。みんなたったんさえ踊る人踊るよ。おー、おー、すごい満員のお客さんが。いやー、これはわ、すばらしい、すごい将来総立ちですよ。素晴らしい光景じゃないですか、斉、藤さん。なかなかプロレス会場ね、こうして全員なんかみんなで立ってね踊るなんてことないですよ。あ、純ちゃんと、あー、来ました来ました、純ちゃん、あれ、ガンジローさんだ。ガンジローさんも来ましたよ、ガンジローさんも、純ちゃんも、あれはエイチガンノスケのマネージ、ガンジローさん。ロープ引っかかってる。あ、みんな上手いじゃないですか。いやー、純ちゃんまで踊って。おい、お前ら何勝手に一緒踊っとんだよ。お前ら TNR 入ったつもりか。お前らが弱いから合体したっとんないぞ。調子に乗り上がってプンプン。金村はおかしいっすね。あれ、今大谷さんが握手してますね。あ、大谷さんもね、今、ああ、TNR、いや、素晴らしい。わ、ね、荒ぶる男が、見てこの穏やかな表情。はあ、いや、よかったですね。まあ、よかったってことじゃないけど。ハッピーエンド、ハッピーエンドの割には随分暗い曲が今場内にかかってしまいましたけれどもね。しかし、あ、な、もう、あれ、どうしたんですか、鈴木さん。いや、純ちゃんのスカートの中から何かが見えたような気がして、それで無言になっちゃったんですか。杉作さん、大体無言になるときはね、何かで虎視眈々と目を凝らして見て。これはセクハラじゃないですよ、研究してるんですから、いろんなことを。で、何が見えたんですか。もう秘密の花園がもう秘密の花園見えたんですか。今日はパンティ履いてませんでしたよ。ねえ。まあ、ねえじゃないですけど、どうですか。聞き流すからな、はい、もう。まあ、ということでですね、まあ、そんなくだらない話は置いといて、そうですね、きちんとですね、まあ、でもあの1月5日から今日までですね、だいぶ時間が空いてしまったんで、はい、空いてしまいましたね。そのあたりを FMW ニュースフラッシュで振り返って見ていきたいと思います。楽しみです、はい。はい、ということで本当に超満員で膨れ上がりました後楽園ホールですけれども、本当本当連ました。久しぶりに生中継後楽園ホールでお届けしていますが、これだけね、 ECW ジャパンをね、みんながやっつけてくれっていう気持ちが出てってことですよね。え、しかし本当に盛り上がりました。なんか最後はいわゆる TNR に対してこういわゆるなんかこうスタンディングオベーション的な ね立ち上がって踊りましょうという感じ、うんうん、あの私たちもすっかり TNR とこう和解した感じがね、ね、先ほど今日村と殴られたりしませんでしたからね、ジャコが来ましたんでね、うん、そんな感じがしましたけれども、まあそういった形で完全に今 FMW は TA… あ、失礼しました、 FMW 軍隊 ECW ジャパンの2極構造ね、分かりやすい構造に今なってきたというね。放送始まる前に弁当なんか食ってるからあんなもう。そういうことを言うんですけど、僕もね、弁当抜きで臨みましょうよ、まあ、とにかくですね、あの1月5日新春の放送からだいぶちょっと間が来ましたんでですね、この辺りでちょっと振り返ってみましょう、うん、いいことですね、その間のね、あの試合も含めまして、まずは、1月8日仙台市体育館で行われましたこの衝撃のタグマッチ、はい、メインイベントをご覧いただきましょう。さあ、こちらが試合なんですけども、 H 雁之助対冬木京子というタッグマッチね、衝撃の ECW ジャパンがですね、発信した1月5日のですね後楽園ホールからわずか3日後にご覧のように
まずはマホーニーが規制を削ぐわけですね。実はねこれでもあっという間に流血なんですよ。 H ね、頭これもう大変ですよ。これいつもやられてる、毎回フォークでズタズタですからね。さあどうすんのこの H の綺麗なお顔が変になったら。まあそれに乗じてご覧のように京子と冬樹が実は一方的に攻めまくるんです。最近見るたびに H の顔が崩れてきてるんだよね。まあこの VTR 以外にもですね、マホーニーのあの乱入がたびたびありましてですね、京子これ得意技にしてますよね今ね、釣り天井ね。これね男子の選手を軽々と持ち上げてしまうんですよ。この釣り天井なんてつい十数年前だったらもう完全なフィニッシュですよ、ですよ、はい。まあそれにしてもこの京子の力強さがね男子の選手に混じっていても何ら違和感がないんですよ。性転換したんですかね。性転換、それはしてないと思いますけど、もうねこの今場内のどよめきがねテレビをご覧の皆様にも伝わっているかもしれませんけれども、とにかくこの京子のパワーには恐れ入ります。まあそしてですね、まあ度重なるこの強行にですね、ご覧のようにまたマホーニーが、あれこれだって2対2でしょ。いやもう完全に3対2だったんですこの試合は。そしてマホーニーが完全に H をご覧のようにもう息絶え絶えの状態にして、ここからが問題のシーンだ、問題のシーンだ。今日このラリアット、このままなんとプロレスマット史上でも実に珍しいという、女性が H からスリーカウント、 H ついに女性に。まあこの試合はノンタイトルだったんですが、正々堂々とこのねベルトに今度挑戦させろというようなねことを言ってましたが、みんなの前で約束したんだもん。今頼むよ、俺の気持ち分かってくれよ。やんない、俺絶対やんない。頼むよ、もう頼むって。頼むとかそういう問題じゃないだろう。お前一人のベルトじゃないって。俺のベルトでもないよ、俺のじゃないよ、会社のだろこれは。じゃあ会社通そうぜ、ちょっとなあ。会社に聞いて、社長通してさ、 OK が出ればいいんだよな。あ、じゃあとにかく筋通そうや。やりたいって悪みたいに言ってもしょうがないから、ちゃんと会社通して、会社の認めたタイトルマッチとして。それならしょうがねえけど、それはしょうがねえけどさ、あ、それならしょうがねえ、やるよ、しょうがなくやるよ。でもかけることねえぞ。はい、という形でですね、まあ、H がよもやのスリーカウントを取られまして、実はですね、このあと、まあ、H と雁之助もじゃあベルトかけてやってやろうということを会社に要請しまして、正式に、正式に実はタイトルマッチに GO が出たんです、うん。で一方これはまあしてやったりという形になりました冬樹と京子なんですけれども、このあとですね、はい、1月28日池上本門寺、力道山のお墓だからね、うん、はいはい、池上本門寺の方でですね、必勝を期して突然記者会見を行いましたので、その模様をご覧いただきましょうか。髪を切るよ。切るよ、髪をかけるよ、そこまでやるって、うん、ね、死んだね。自分が負けなきゃ、だって冬木さん負けないですよ。あ、俺が負けても髪切るんだよな。そういうこともあるな。自分は負けないです、うん、から負けないでください。だって、はい、あんた髪切ると、それでじゃあそれだけでかわいそうだから、あんたの好きなことをちょっと飲むから、あなたが好きな人をしたら今度メンバー増やして一人。そう、私が指名した人を、うん、
呼んでもいいですか、入れていいですか。いや、あんた好きな人は、はい、私がまあ、全シリーズも頑張ったし、今の私も約束聞かせたし、だから私が好きな人をこのチームに入れる。そうね、分かんないですよ、好きな人だから。おい、いいですか、誰でも、誰でもいいですか。髪の毛もかけんだからいいよ、はい、それでカットで取ったら、はい、もう。じゃあ私が連れてきて、無条件で歓迎するよ。はい、いじめないでくださいね、私みたいに優しくしてくださいね。さあ、杉崎さん、はいはい、突然なんか間抜けないですね。これは日曜日でしたね。びっくりしました、うん、あの京子貴子のね、必勝祈願に対してですね、渋谷の道玄坂で、なぜかこの渋谷の道玄坂で公開練習をどうしてしまったんだということでね、まあ、そのあたりにはこの後 H 自身が答えてますけれどもね。これは結局でもあれでしょ、ね、あのやっぱり女性とやるにあたって、ね、あのですね、要するに恥ずかしいことに慣れとこうというですね。このリッキーさんがいいね。性別女らしいんで、まあ、女と試合すること自体もともとのところ相手するとは言ったものの、まあ、どうしても恥ずかしいなと、そういう部分がやっぱ吹っ切れない部分がね、多々あるんで、そういう恥ずかしい部分をね、吹っ飛ばす意味で、あ、うん、やっぱりまず人前でね、恥ずかしいなんて気持ちないですか。何趣味じゃないからこんな。うん、それでまあとりあえずまずはじゃあ先に一ページ書いとこうかなっていうんでね、まあ、こういう形を。まあ、向こうが随分と力道山さんのね、お墓に行ってみたりと珍しく抽象なことをしてるんで、こっちは俺と同じノリでねやるあれもないんで、まあ、とりあえずチームデブのお二人をねギャフンと言わせてやろうと思うんで、まあ、渋谷の小ギャルぐらいに井上京子に寄せてほしいなという願いも込めて、今日この場所をあえて公開トレーニングの場所に選んでみました。バカなことしてますけれども大丈夫ですか、 H と神之助。いや、天才級じゃないですか。もうなんか理由もよく分かんないですけどね、分かったような分かんないような、筋は通ってますよ、筋は通ってるかもしれないですけど、うん、まあまあ、天才だな、ちょっと一抹の、一抹の不安も残るこの H 神之助ですけれども、うん、まあ、いずれにしてもね、あのデブタック、それで気になるのはほら、ええね、リッキーさんが、リッキーさんが歌ってたこと。いや違いますよ、いや違いますが、そこがなんでカットしたんですか。え、リッキーさんの歌、リッキーさんの歌入ってたじゃないですか。一番視聴率が伸びるとこですよ。本当はあれ以上聞けないですよ。もう惜しいことしたな。何を言ってんすよ、もう。まあ、そんなこと、あ、気になるのは、うん、京子と冬樹が会見で言ってましたけど、まず髪の毛をかけてやろうということは言ってましたね。まあ、それはまだいいとして、そしてその、まあ、それに対してはあと一人ね、京子選手の好きな人を連れてくる、連れてくるというようなメンバーとして、ええ、まだ増えるってことですか。それはでも京子が好きな人っていうことは、ええ、でも選手ですよね。まあ選手でしょう。また女性、女子の選手が来るってことですかね。あ、まあそういうかもしれませんけど、このあたりも非常にこの含みのあるね会見だったので、何かこう冬樹の表情がですねちょっとこう含んでたのが気になるんですけれども、あとなんか目星があるような感じですね、余裕があるような感じですね、さあいずれにしてもタイトルがかけられるようなことになりましたので、この後が本当に注目されるということになりました。これはまずいよ、まあ、今度負けるようなことだったら。一方ですね、先ほど杉作さんもちょっと言われてましたけれども、新井社長がですね ECW ジャパン設立に対しては下せないということで、これこれ、はい、その真意を確かめにですね、実は ECWW に単身乗り込みました、ええ、でいわゆる契約書をですね、これ本当にお前契約したのかということを、ね、ECW 代表のポール・イーにですね、うん、お前これ本当にお前のサインなのかということを確かめに、実は1月の、ね、はい、23日、ECW の方に行きましたのでですね、そちらの模様をちょっと VTR ご覧いただきましょう。Paulie, this is a letter he has for you to sign because right.
He wants to know if that's really your signature. Yeah, it's my, because, the number one, that's my signature. Because that's Fujiki. Yeah, so it's an, not he's really my an friend. FMW member. Right. But he's really an FMW member. No, that's not my problem. No, 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 no. Years ago. Nah, but that's years ago. This is today now. Number two. That is fine. Fujiki's my friend. I have no problems at all, all right? Why is there always a problem? Why must there always be a problem? Why can it never just be my way? Why can it always have to be my way? Always. It has to be my way. My way. Number three, ということで、返り討ちという返り討ちというちょっとやっぱ返り討ちっていうかね、ひどすぎるよ。単身だって話しに行ったんだから、レスラーじゃないんですからね。もっとしもうビジネスとしてね、確かめに行ったわけでしょ。話をしに行っただけなんですから、確かめに。これはひどいことをされてしまいまして、あれで実は新井さん、骨折しましてですね、もう本当ひどい目に遭ってしまったわけですけれども、まあそんなことで、いわゆる ECW ジャパンが結局はポール E の方にも認められた形になってしまったということですね。ですので、これからも ECW の本体の方から選手がどんどんやってくることは、これは想像されるわけであります。これはよっぽど気持ち引き締めていかないとね、ポール E はやる気になってますよ、本当に。そうなんですよ。この辺りで、まあそういうこともあって、今回 TNR も含めてですね、FNW 一致団結しましょうとこういう形になったわけですけれども、まあそれを受けて、まあ実は連戦連敗だったんですね。先ほどの前のシリーズ ECW ジャパンにいいように実は攻め込まれていたんですけれども、今度は2月15日クラブチッター大会からですね、H が魔法にから一矢報いた試合、ご覧いただきましょうか。さあ、クラブチッター川崎で行われました H 対ボールズ魔法にのシングルマッチです。まあ実は本当にね、ここまで、まあもう度重なる乱入でね、正規軍は全くこの ECW ジャパンに結果を残せていなかったんですけれども、この試合はですね、H が意地を見せたという形になりました。そうなんです。はい。もうね、この試合もね、もう割とね、序盤から大流血でね。今ね、京子が入ってきて、椅子をね、投げつけて、しかも冬木乱入でしょ。あのね、本当序盤から大流血で、本当どうなることかっていう試合ですよ。もう団体戦なんですよ。もう正規軍もやっぱりもっとこうセコンド陣増やして、もうやっぱり多勢に無勢の状況はどうしても勝利にはね結びつきませんのでね。さあ、ご覧のようにいつものパターン、しかしここはよく H がね見ていまして、誤爆を誘って、で、あでもね、ガンノスケが頼もしいね、頼もしいね。俺もね、これは見に行ってたんですよ、はい、ガンちゃん出てきた時にもう心の中がもう春になりましたよ、ね、もうやっぱああいった形でね、正規軍も、戦っていかないと ECW ジャパンにはこうなかなか本当にこの状況は出せないなというね感じはいたします。さあ、このご覧のようにファイヤーバードスプラッシュ、見事に決まりまして、ボールズ魔法に破りました。今度後楽園ホールに負けたら二人で丸坊主にするんだってせっかくだからさ、俺たち二人がカリスマ床屋さんとして君らの二人の頭きれいに買ってあげるから安心しとけ。はい、よく。これでだいぶコラゲンに向けて俺たちの方に流れ引き戻せたと思うから、うん、まあこの際ね、今のあいつらの陣営で普通に考えて俺たちが負けるってことは大丈夫思うし、こうなったらね、きちんと今言った入場での約束を守って入場であいつら丸坊主にして、この間俺たちが渋谷で書いた10倍ぐらいの恥書いてもらおうかなと思ってますんで、皆さんもレンズ磨いて楽しみにしておいてください。やったな。ということでね、
俺たちが渋谷で書いた10倍恥かかせてやるって相当な恥ですけどもね、これはね、10倍、果たして今日のメインイベント恥をかかすことができるんでしょうか。丸坊主カリスマ床屋になるって言ってましたからね、これ楽しみですよ、ね、楽しみですね。自らバリカンをグッとね、今日この金髪に入れるということですからね。僕は斉藤さんがクラブチッタに来てなかったのが気になるな。それでは、いよいよ後半戦ご覧いただきましょう。格闘技戦です。なんと黒田哲博2冠王者、失礼しました、 FMW のチャンピオン黒田哲博がウィリー高山とシングルマッチ。まあウィリー高山もここまで来たぞって感じですね。ねえ、今日はウィリー軍団総出演ですか。ウィリー軍団がいわゆる後半戦に出てくるのも珍しいですよ。そうですね。いや、パスカ来てるんですか。あ、さあ、いつものまずはメガネ、あ、いるじゃないですか、メガネ坊主。メガネ坊主、久々に揃えましたね、ツーショット。今日はパスカがお休みですか。パスカがお休み。しかし、メガネ坊主、パスカ、すごい軍団ですね。あとウィリー・ウィリアムスね。すごい軍団です、ある意味最強ですね。最強ですよ、はい、だってこの二人本物ですからね。かなりウィリー・高山にしごかれてますから。本物って何ですか、本物。いや、かなりしごかれてるんですよ、普段。なんかね、本当ね、頼りないななんて思ってね、お客さんもね、舐めてるとやられますよ。今日の対戦相手誰かわかるか。おし、黒田哲博選手であります。おい坊主、黒田ってどういう選手や。おし、WEW シングルチャンピオンで今ノリに乗ってる選手であります。チャンピオンか。その男と俺が戦う、それがどういう意味かわかるか、メガネ。おし、高山先生がついにここまで来たということであります。おお、そうだ、来たね。ここってどこや。これはつまり、ここってどこや。おし、わかりません。もういい、俺が言う。つまり FMW の主役の座に俺が近づいてきたっちゅうわけや。おー、うん、今日もみんなのためにやってやるぜ、黒田最強。いや、確かにね、主役の座に近づいてきてるよねえ、うん、いや、私も主役もここまで来たというふうに申し上げましたけれども ね、本当にここまで来ましたもんね。いや、本当ですよ、ここまで来てますよ ねさあ、一方は2000年はまずこの男からスタートしました。 FMW マット、黒田哲博 WEW 世界チャンピオンであります。さあ、お、今日はノンタイトル戦なんですが、しっかりとベルトを腰に巻いて、なんか照れながらの入場だ。何にむせてんですか、杉田さん。いやー、黒田最高。黒田最高ね。照れてますよ。なんで照れてんですか、黒田は。今日はやっぱベルト巻いてるからじゃないですか。ああ、なるほど、王者の余裕が感じられますね、そのあたり。チャンピオンって最高。ところで今の会話聞いてたね。確かにあんたが主役や。お、あんたが大将。そしてあんたがエースや。どうしようかな。やめようかな。よっしゃ、わしも男や。このベルトかけよう。おおおいおい、ちょっと待って、ベルトに権威ありますから、ね、よっしゃ、かけましょう。これはでも高山びっくりですよ。中村さん、よろしくお願いします。おんま、これより行われる試合は異種格闘技戦のルールについて説明いたします。ウィリー高山はグローブ着用、 KO、 ギブアップ、レフリーストップのみで勝敗を決します。 WEW シングル選手権試合、
あら、あっさり、あっさり認められちゃったの、あれで。会社に言わなくていいのかしら。227パンド格闘家、ウィリー高山。いや、人気ありますよ。確かにこれ試合で一発。ね、自分がびっくりした。235パンド黒田最高。これはね、いや思わぬところでこれお客さんも拾いものしましたね。黒田もね、選手権試合になっちゃいましたよ。そうそう、タイトルマッチになっちゃった。これ儲けましたよ。しかしあっさり FMW って団体はいいですね。あっさり選手権試合決まっちゃいますね。中村さん、後で責任問題にならないですかね。あれ、まあ、おそらく黒田が負けるなんてことはないだろうという。カオルコちゃん来たから喜んでるからね、これもう。え、誰が？中村さん。中村さんは苦境に立たされてるんじゃないの？だってだからちょっとまずいでしょ、あれ。あれだ、どちらかっちゃってるんですね、中村さんも。どちらかっちゃってる。これでもね、本当これは拾い物ですよ。ただこれ黒田はね、危ないかもしれません。これ、WEW のベルトとか、これ異種格闘技戦でもチャンピオンになるかもしれない。嘘。そんなことがあっていいんでしょうか。ベルトの権威が地に落ちてしまいますよ、だって。それじゃあまるでウィリー高山に問題があるみたいじゃないですか、斉藤さん。それは失言でしょう。さあ、ウィリー高山がゆっくりと、僕本当に主役の座に近づいてきてると思いますよ。取って、まあね、うん、ウィリー仕込みのね、あの蹴りはね、指し物黒田をもってしても。だってあのウィリーもあのなんかの雑誌のね、あの雑誌のインタビューで言ってましたもんね、ええ、高山の移動はすごい、高山素晴らしい、はい、でもパスカは許せない、パスカは許せない。言ってましたけどね。さあ、おーロープ、おー、これはうまい。やはり黒田チャンピオンの余裕か。ああ、異種格闘技戦でもやっぱりやるんですね、鉄柱攻撃。黒田が乗っているぞ。黒田やっぱ本当あのチャンピオンになって一回り大きくなりました、人間の、人間の器が。さあ、ウィリーを何かもてあそぶかのように。エルボーと言いながらね、足を攻めるあたり。もうね、試合中というかリングに上がってからこう笑顔を見せる余裕がありますから ね黒田ね。まあ、ただこれあんまり油断していると危ない。行かれますか。そんな当たり前のこと言って申し訳ないけど、本当そうだと思いますよ。さあ、おお。さあ、足を同じ、これコーナーにいるあのメガネと坊主のあの、ね、なんか不敵な笑みね。なんかニタ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 笑ってんの、あの二人が。ニタニタ笑ってんすか。あれが不気味ですよ、あれ。ほら、ほんとだ、ほら笑ってるでしょ。ほんとだ、ほら、これ不気味ですよ、これ。ほんとだわ。はあ、で、またね、あの射程の柔道着がシワシワなの、なんでなんでしょう。空手着でしょ。あ、空手着だね、うん、シワ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 なの、うん、と用意してくればいいのにね、晴れの舞台なんだけど。いや、だから普段から特訓してるからですよ。そうなんですか。本当に普段特訓してますから、これ僕は本当。あのね、嘘言ったらね、下のバレますからね。着てればあんなシワシワにならないですよ。いやいや、それを人前に出るんで一夜干しするからなるんですよ。一夜干しで、あ、なるほどね。さあ、ずいぶん、昨日、一昨日稽古休める余裕のある人だったら綺麗な道着で来てるわけですよ。あ、毎日毎日、ね、うん、さあ、ずいぶん長い時間足4の字が決まっていますが、おっと、ここでロープエスケープ。今のところはどうですか、黒田ペースですかね。いや、完全に黒田ペースでしょう、まあ、おそらくこのまま黒田ペースじゃないですか。ただ、ね、安心して見てられるのはね、このウィリー軍団ってすごくクリーンなんですよね。射程が乱入に入ったりなんてことはしないですもんね。そうそう、それがないですから。それはウィリー高山もパスカもそうだし、ウィリー・ウィリアムスもそうだし、まあ、おっ、てっちゃんカットですよ、てっちゃんカット。なるほど、クリーンなんだ。そう、クリーンなんだ。やっぱりあくまでもこのね、道というかね、そういったものを極めていくというね。やっぱり日本の武道の精神が宿ってるわけですね。そうです、そうです。はい、とか言ってるそばからなんか卑怯なことやってますね。これちょっとまずかったな。日本の武道の精神じゃないじゃない、こんなの。本当にいい加減ですね。いやいや、でもほら、はい、弟子たちは手出さないから。え、弟子たち怖くて手出せないんじゃないですか、さすがに。逃げてるもんだって、弟子たち。いや、それは武道の精神ですよ。そうですか。三歩下がって死の影踏まずって言ってね。おー、今日も行ったんだよ、そこへ。おー、
今日も行ってるぜそこへ。どこ、あ、南側に。そうね、ジョソラリアット行こうというんでしょうか。今日も行ってやるぜ。行っちゃってくださいっていう声援がね。いい言葉ですね。行っちゃってみたいな声援が飛んでますよ。まあ、黒田にはなんかそういう言葉をねつい投げかけたくなるようなねキャラクターですよね。黒田は今本当に楽しんでプロレスをやってる感じしますよね。斉藤さん本当に心にね余裕がなんかやっぱり人間としての器が大きくなりましたよ。うわいつもより助走距離長いですよこれ。おーいったーラリアット。やっぱりね、お客さんと三位一体のね精神ってのはこれね、黒田は、まあ、昔からそうですけれども、照れながらさらにこの辺りこう小技が効いてきてね、もう一発さあ、おっと拍手を促してそのまま走っていく。クロスカウンター気味に今、斉藤さん、黒田のチャンピオンってのは安心して見てていいんですかこれ。ねえ、あんなことで大丈夫かな、もうお約束のようにカウンター食らってましたね今ね。いやでもヒドもさすが、ヒドじゃないウィリー高山もさすが。ただ見張らなくてもいいじゃないですか。あれは怖っ。あなたいつも人が間違えるとそうやってね、もう斉藤さんの本性見たわ。文句言うけれども、うわ怖っ。自分だってよく間違えるのよ。もう本当にもうこれが間違いは許されないな、この放送席では。さあ、おジャブジャブ、おおジャブ連発から、あっ、もうおや予定調和の極みでした今でもね、素晴らしい、ね、その予定調和とかの僕問題発言だったと思うんだけどね。斉藤さん、もうな、来るぞ来るぞっていう感じだったでしょ今のは。あなたはねプロレスの最終地点にいるよ。最終地点どこですか、うんね、もうあの本当最終終点でバンしてる人みたい。もうさあご覧のようにウィリーがやっぱりね、まだね黒田がね、お約束じゃないんです、黒田がね、うん、もう余裕があるんです。相手の名前は、相手の名前はウィリーですよ。あ、うん、黒田がそれだけ余裕があるんですよ、ね、いやだからね、黒田は今、ね、はい、試合を作る楽しみを ね、まあ、本当に最後だけ怖いっすね。なんか家庭であったんですか。ないですよ、それは円満ですよね。だいたい今年の頭にいきなり坊主になったか怪しいと思ったけど、ようやく許してもらえた。さあ、おお、華麗なステップを見せた。おお、戦慄のハイキック、これは効いた。これはよもやよもやの展開がありうるか。ウィリーやったよ、ウィリーの時代が来た。おっと、これはまさに高山時代、まさに時代が今ウィリーを呼んでましたね、ハイキック。あ、しかしここはチャンピオンさすが。余裕で今ちょっと余裕も見えましたね。あれだけのでもねハイキックをやっぱものともしないのはね、黒田すごいですね。おお、タクシー出しラリアット。おお、ご賞はいただきました。あの辺そんな相手に聞けるように言わなくても。これは決めないといけないですよ。さあ、てっちゃん勝った。このまま狙ってる、高山狙ってるんじゃないか。ほらほら、さすが杉作さん、今の高山はこれがあるから怖いんですよ。さすが杉作さん、解説者みたいなことを言いましたね今ね。そうです、脇固めを、解説者ですよ。おっと、ここでロープエスケープだ。あー、この試合初めてね黒田が苦しそうな表情を見せましたよ。すごい蹴り、おー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 、おーっと、さあちょっと黒田から余裕の笑顔が消えました、ね、消えましたね。さあミドルハイトぶち込んでいく、さらにおーっと、さらにラリアット、あー、うまい、これは見事、またしても脇固め、あり地獄のようなサブミッションが今黒田チャンピオンをね、これねじ伏せていこうという、これはギブアップ、場合によってはねありえますよ。さあ、しかしなんとかロープにねじり合って、サードロープエスケープ。今気がついたんですが、あの2人の弟子はあれ笑ってるように見える顔つきなんですね。あの、微笑みサンタロみたいな、ね、目が悪いんですよ片方の方が。ああ、なるほど、あ、目をこれして見てるんだ。笑ってるわけじゃない、よく見て、誤解されやすいタイプですよね。あ、そうですよね、声援を送ってますもんね。そうそう、あ、本当だ本当だ、ほらほら、あ、目がちょっと必死の形相だあれ。あ、さあエルボー、おっと、バックドロップ、おお、突き落とし、これは強烈。あのね、
ウィリー高山があの、まあなんといってもね、皆さんご存知のとおり、ハイキックー、もともとはプロレスラーですからね。おお、これは行ったかな、この試合先に、おっとこの試合先にね、カウントを入れられたのはヨウモヤの展開、黒田、おっとちょっと何が起きるか分からない、ついている、ラリアット打ち合い、おお、さあ天下を取った左腕、しかしあここで高山の方が今度はカウントを数えられる、ダウンです。おっと来たところに決めます、対角線ロープに振った、さあおー今ラリアットのちょっとフェイントが入ったようなね、そんなボディープレスでしたけども、あこれ危ないんじゃないか、もう一度なんて、あーおー、ワンツーワンツーワンツー、おー右フックかストレートか、この先端捉えた、これは危ないぞ、おこれは効いてるぞ、高山時代到来か、あー危ない、これは危ない、いやウィリー軍団が天下を取る時代が来ますか、ウィリー軍団が FMW の頂点に立つ瞬間が来たのかな、これいやーあーこれはうまくガードした、あー天下を取った左腕、空振りハイキック、ホームライン、うわー顔面に左腕がくっついた、あホールじゃないですね、ホールじゃないですね、いやホールに行くが入ります、ホールに行くだけのね今あのなかったですよ、体に余裕が、さあこの試合は格闘技ルール、異種格闘技戦ですからね、ホールはありません、あここで10カウント、あウィリー高山あと一歩というね瞬間はありましたけれども、これでもねもうそこまで来てますよ高山時代は、それは言い過ぎじゃないですか、どうですか、でもかなり追い詰めたことは事実ですよ、いや確かに追い詰めましたけれども、やっぱりねほら今のこの黒田の佇まい見れば余裕ですよ、あ本当だ、うん、あのやられてるようでちゃんとね戦況を見定めてましたから、いやただねやっぱり高山も褒めてあげましょうよね、黒田はでもやっぱりなんか貫禄出てきましたね、もう何度も言いますけれども人間大きくなりましたね、チャンピオンになってからね、あいいね、いやーやっぱりこれは黒田も認めたんですかね、高山の前線をね、あの二人も確認してる射程の二人が嬉しそうでしたね、はい、いやーでもいい試合、あの二人は本当気持ちいいよ、あの弟子の二人は、弟子の二人、師匠が負けても拍手してる、あの握手して、あ、まあ、その後で道を極めてるんです ね、精神修行からやっぱり入りますから、だから僕ね今のあのこのリアルファイト今もてはやされてますけどね、勝った負けたが重視されすぎ、武道の精神は本当は違うんだから、あの相手を任すことじゃないですからね、武道の精神は、皆さん格闘技ってのを誤解してはいけませんよ、そうですよ、相手を任すことばっかりに今のねリアルファイト路線ってのは目がいってるでしょ、ええ、もうあれどうかと思う、今日のこれこそが本当のリアルファイト路線です、ねね、もう杉崎さん顔真っ赤にしてたまにはいいこと言いますね、おそうでしょ、あーオブローダーが戻ってきて何ですか何ですか、あ何か言い忘れたことがあったんですかね、たまに切れますからね、もうあまりの勝利の要因に言うこと忘れましたよ。おい冬木聞いてるか、おらボケンやるわこれはたち立ちの悪いよ北海道の酔っ払いみたいな、おなんかガタガタ言ってるらしいやん、どうしたんですか、ベルト総なめとか、ああそんなに欲しいんならやってやるよこのベルト、おはい、3月後楽園でチャレンジャーに示してやるよ、冬木聞いてるかボケおらお前なんかにこの最高なベルトは渡ったどうですかお客さんどうですかって、だどうですかって言われてもね、あんた結論は出てるだろう何ですかこのポーズ、今日もみんなためにやってやるぜなんか完全におかしくなんかね、土屋さん、はい、器大きくなったんじゃなくておかしくなっちゃったんだ、ベルト巻いてあ最後に一言だけ言わせてください、先月も同じこと言っちゃいましたけど今日このベルトを予定通り防衛した黒田
最高今日もみんなのためにやってやるぜ最高このね、テーマソングにもね、黒田最高って入ってるんでね、この試合だと黒田最高30遍ぐらい聞くことになるんですけど、わすごい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 、いやー黒田、黒田は本当どうしちゃったんですか、弾けちゃいました完全にベルト巻いて、本当になんか、ね、今まで秘めてたなんか一面が出ましたね、まあこれが黒田の本来の姿なのかもしれませんけれどもね、遠慮してたのかな、こうね、なんかこうね、それは H 選手とかいろんな人に遠慮があったんですかね、あこれが本来の黒田さん、黒田さんの黒田まみえってね、縦割り社会でキャラクターしてますから、かもしれませんけども、うん、まあのびのびね、黒田がのびのびやってること自体が非常に嬉しいことですね、面白くなってきた、はい、さあいよいよちょっと心配なぐらい面白い、井上京子冬木行動入場です、さあいよいよメインイベントを迎えました、WEW タッグ選手権試合、 H ミスターガンノスケが冬木井上京子の挑戦を受けるというこの WEW タッグ選手権試合、あの仙台の悪夢を二度と繰り返してはいけません、 H ガンノスケ組、鈴木拓さんね、これベルトをですねかけることに対しては、H と雁之助の間でもですね、先ほどのインタビューでもありましたけど、だいぶこう意見の相違がありました、まあそれに対しては、まあ雁之助も会社が決めたんだからしょうがないと、実力の違いを見せつけてやろうということなんですけれども、まあとにかく雁之助に言わせるとですね、こんな試合はタッグの試合で、もうタッグをベルトかけるような試合じゃないだろうというのがね、いやただね、本当の気持ちみたいですけれども、ね、川崎で見ましたけどね、今の京子はものすごく怖いですよ、怖い、本当にね、男子の中に入っててもね、遜色が全くないですよ、全くないですね、なめてるわけにはいかないからね、はい、だからその辺で気持ち引き締める意味で渋谷のとこも行ったんだと思いますから、いい、まあ、これね、あえて言いませんでしたけど、今日のこのメイベントは、はい、ただのビッグマッチじゃなくてとんでもないビッグマッチですよ、日本プロレス史上に残る、さあどんな結末が待っているんでしょうか、さあ、エイチとミスターガンノスケミックスバージョンで第3代 WEW タッグ選手権王者が今ゆっくりとこのリングに向かおうというところであります、対するはニックキー CW ジャパン井上京子冬木行動組、さあ、お、ガンジローさんもいますよ、ガンジローさんも、いや、頼むよ、エイチ頼んだぞ、厳しい釣りなく厳しい表情で今冬木を睨みつけた H、 おマイクを取った、お前らこの試合が終わったらそのみっともない頭きれいに買ってやる、覚悟しとけよ、いいか、お楽しみはこれ、おいきなりいった、いきなりいった、なんと選手権試合ベルトを持ったまま、これは予期せぬこの試合が突然訪れた、いやこれ先手必勝だ、先手必勝、うわーすごいことになりますよこれは、さあリング上はね、京子と雁之助これ1対1ですから、うん、これは雁之助このあれですよ、一発で京子をね、乗せてしまえば、そうですね、ね、これいいんですよ、1対1ですから今、ただね、京子もね、覚悟があって乗り込んできてるはずですから、いや、いくらなんでもね、男子の選手と1対1でね、これ勝てるほど京子もね、おっ、ご覧と最初にラリアットで倒したのは京子か、もう何が起きるかわからない時代なんだから、うわー、しかし串刺しのラリアットはうまくリング外へとエスケープしていく、だからね、斉藤さん、ね、勝って当たり前っていう気持ちは捨てて臨まないと墓穴を掘るんですよ、まあ、あとはですね、セコンドの介入、あるいはマホーニーの介入だけは私はね、阻止してほしいんですよ、あ必ず出てきますから ね、これをFMW、せっかく一致団結したんですから、絶対に阻止しなきゃいけない、いや、本当ですよ、さあ、今度はリング上 H と冬木だ、これで、ここをうまく絡んでるね、H もなかなか動きがいいぞ、ラリアット
しかしね、冬木もこの FMW に復帰という言い方は嫌ですけれども、戻ってきてからかなりその正直のところなかなかいい動きをしてますね。してますね。いや、やっぱりポール・イーが友達だっていうだけのことはありますよ。まあ本当にだから ECW とそういうなんかいい関係にあったってことが分かったわけですから、はい、これはECW ジャパンの現まあ、ECW から来てるメンバーは別ですけど、井上京子はやる気出てると思いますよ。そうですよね、うん、だってアメリカ大陸が待ってるわけだから、まあ、というかある種実にグローバルな外資系の企業がこの FMW に乗り込んできたというですね。だから京子はね、ここで頑張ればもうアメリカ大陸が待ってるんで、もうそこまで、ね、さあブラックのコスチュームが実に映えています。京子はまたこのコスチュームだといつものもいいんですけれども、ブラックはまた強そうに見えますね。これなんかいつもより美人に見えますね。それはないですね。あーっと、さあこの椅子攻撃をキャッチへとキャッチした H。 うわ、なんと、うわ、女子プロレスラーに対して何の躊躇もなくね、できるということね。ほんでね、やっぱりね、女性にやるとね、あえてブーイング出るでしょ。このブーイングを平気で受け止めるための渋谷特訓でしょう。これは予想されたことだから、当然女性にね、あまり手荒なことしたらお客さんがブーってなんか当然のことですよ、はい、あ、早くも流派、今ので椅子で切れましたね。いや、H はこれね、仙台の時はまだね、京子は女性だっていうね感覚があったんだと思うんですよ。この試合だ、今の蹴りを見てもね、完全にこの試合に対してはそういった思いないですね。うわ、もう H が非常になってますね、まあ、それが吹っ切れたら原因が路上ライブ、路上パフォーマンスとは思えないんですけれども、いや、まあ、やっぱりでもそれはやっぱりそういうのあったと思いますよ。ありましたかね。だってリッキーさんの歌と一緒に渋谷にいたわけですからね。それだけの屈辱を味わったということですか、それは。まあ、今日はそこまでは言いませんけど、かなりそれはね、試練にはなってるはずですよ。なるほど。いやー、しかしどうですか、ガンノスケ H 組、いつになく今日はいいペースで試合来てますね。いや、絶好調じゃないですか、これは。まあ、さすがにね、おさすがにこれタイトルかかってるわけですからね、ガンノスケもこれ非常に勝ちに来ますよ、当然ね。これだって、あ、ちょっと今 H、 あれ何持ってんの今ね、H がね、リングのリング作る鉄の道具ね、なんと、あれ、ダークサイドハヤブサじゃないんだからね。はあ、H、目に雨をがここまで来ましたかね。まあ、まあね、前シリーズ、今シリーズと散々ね、流血の不気味に合わされてますんでね。まあ、このぐらいはね、でも、ね、ボイングが出ても、ほら、見て。いいぞ、H! いや、江崎は今日はいいね。いやー、でもね、私、ね、彼は本来はやっぱほら女性に対して紳士なとこあるでしょ、割とこう女性に対して。まあ紳士と鬼畜が同居してますからね。鬼畜って言いますね。ひどいこと言いますけども、いや、そういう意味でやっぱこれはすごい、人間は誰でも持ってるダークサイドの部分がね、うん、H っていう選手は基本的には持ってるんだよね。いや、 H 良くなったよ、 H いいじゃない。ああ、京子、チャチャチャが今 FMW のリングでね、これは女子プロレスの会場ではおなじみなんですけれども、 FMW のリングで京子チャチャチャのコール、ああ、ガンドスキブームがまさにそのチャチャチャを書き消すと、大ガンドスキルール。いやー、ガンドスキも引き続き強引攻撃をね、あ、これはね、完全に京子狙いですよ、 H ガンドスキ。はっはー、こうなると、うわ噛みつき、うわ、今日ダークサイド H、 今日はいや、ダークサイドっていうか、これが江崎エイジですよ。これが江崎エイジなんですか。うわ、吹っ切れましたか、ね、やっぱりね、ああいう特訓とかをね、吹っ切れましたか、やっぱやるもんですよ、ね、杉作さんも道玄坂で一つ公開練習ってのはどうですか、吹っ切れますね、ねえ、いや、ほんとこれ素晴らしい。いやー、でもここまで頼もしい H、ガンノスケっていうのも結成後初めてじゃないですか。いや、でもね、京子今ね2で返したけども、京子も大したもんですね。いや、
そりゃそうですよ。あそこまでやられてね、女子レスラーで普通で返せないんですよ。だってまああの僕もね、あのピョンピーとはね、あのなんか悪いわけじゃないんですよ。あのレスラー、まあ、最近は分かんないけど一緒に風呂に入った中ですもん ね、あのね、ほんと真面目ですね、あの、はい、生活全般に対して、はい、あのお酒飲む飲まないとかそういうんじゃなくて、本当ね、プロレスに対するものの考え方はものすごい真面目な方ですよ、はい、でその人が男子の社会にこれね、うん、単身乗り込んできてるわけでしょ、はい、これはね、ある種ね本当に腹はくくってますよ、これはもう、戻り道ないんだから、これでも究極のフェミニストと言ってもいいかもしれませんね、もう帰る道ないんだよ、彼女には未だかってこの男子プロレスのリングというね、ガチガチの男社会にね、完全と真正面から名乗りを上げた女がいたでしょうかというね、そういったことでしょうか。うわー、雰囲気が満面して登場して、ジダンダラリアット2連発。いやー、冬木の前に、あH ガンの血が、おー危ない。さあもう一回、冬木がコーラー、あーガンの血、危ないぞ。ジダンダラリアット吹っ飛んだ。うわー、H も、いや冬木の動きがいい。あー冬木スペシャル、このまま冬木スペシャルが決まってしまうようなことがあってはいけません。やっぱ冬木はね、恐ろしいとこですよね。冬木はいいです ね、動きが。どういうことですか、これは。京子が耐えれるっていうのが分かってるからでしょうけどね。あ、カット入りませんでしたもんね。完全にカットに入らずに温存してましたよね。あー、なるほど。だからちょっとね、見てて心配なのは、冬木ってのはそういう恐ろしい面も持ってる男ですよ。はい、あのもちろんそれは京子のことも考えてるかもしれないけど、いざとなったら仲間捨てる人間ですよ。それは今までもそうでしたもんね。だから俺はそういうこと考えるとちょっと京子が心配なんですよね。捨てられちゃうんじゃないかと。あの帰る道ないんだから、彼女は。うわいやー、何かすごいですね。よし、 HH 行け。赤コーナーからスックと取って、おお、無重力にエルボー。その勢いを買って、さらに冬木にもエルボーをかわしていく。さあロープに振って、おー、ニールキック、実に美しい。ムチのようにしなってましたね、足がね。しかし京子もタフだな、あんな技食らっても普通に試合してますよ、これ。うわっ、このまま母ダブルアームの体勢からフェイスクラッシャー。さあそしてカウント2、さすがの京子といえどもね、無理はしてますよ、無理はしてるし、位置も張ってるしね、もうそこで油断、安心しちゃいけない、位置もね。いや、これね、まあ、それは甘いところは今日は見せないつもりでやってると思うけど、H 雁之助もね、これあのいわゆる相手が女性だということは全く意識してないですね。まあ、全く意識してない、意識したらよ、まあ、もうやられますよ、ないと、いやー、また冬木が出てきた。おお、ドンピシャリのタイミングでフランケンシュタイナーだ。お、今雁之助にタッチを求めたが、行けって言いましたね。お前も行けと言ったということは空中殺法か。京子に股間をつかまれる。これはね、やっぱ京子もね、ある意味女捨ててますからね、これ。あんなことができないですよ、なかなか。うわ、今顔面に落ちましたよ、冬木の体が。大丈夫かな。うわ、起きれますかね、起きれますかね。衝撃のダブルインパクト、衝撃のダブルインパクト、ね、危ない危ない危ないぞ、H。 おっと、京子が勇気返った。京子がやっぱあの相手の痛みを自分のプラスにできる、これが素晴らしいレスラーのね、はい、あの条件ですよね。吸収できるというのがね。いやー、それにしてもね、京子恐るべしか。あ、これはちょっと崩れましたが、でもね、顎砕きにはなってますよ。なってますね。さあ、あーっと、危ない危ない。 H がちょっと攻め込まれています。さあ、これタイトルマッチですからね、負けるわけにはいけませんよ。まあね、九州エキスプレスバージョン2のね、コンビワークは素晴らしいからね、はい、大丈夫だと。僕は全然まだこれは心配じゃないですね。気持ち通じてますから。うん、うわっ、ハイキックから、おお、オーバーヘッドキック一戦。あのね、このタッグはね、どっちかが元気だったら潰れることはないんですよ、本当に、ね、そうです、確かにね、よっぽどの何か外敵が現れない限りね。さあ、お、これはチャンス、これはチャンス、これはチャンス。差し物京子もね、これ。しかし京子にあの張り手をやるってんだから腹くくってますよ。差し物京子もこの、あ、ファイヤーバーン。
に行かないよ。これだ絶対スリーカウントでしょ今のは。あ、冬木から取ろうっていうことか。冬木からあもう要するに恨みを全部晴らしておこうっていうことですかね。そういうことじゃないですかこれは。やっぱ最後は女子ではなく息の根を止めてやろうということですね。女子ではなく男子から取ろうっていう、ね、要するに ECW ジャパン。おこれは WHH。 さあこれはいったか、いったか、惜しい。要するに ECW ジャパン殲滅ですね。まあそれもあるし、息の根を止めようってことですね。まあ、やっぱり最後は男子から取ろうっていうのは、ね、まあこれは分かります。九州男児だしね彼らはね。まあチャンピオンとしての自負もあるでしょうからね。さあ高々といった。いった。これはいったぞ神之助。おあれ。H。H。もっとちゃんと抑えとかないとあそこはね。いやでもね。あやったやったやった。よし。あれ。おい、ああ急所蹴り2連発。おい、ちょっと H の甘さが出ましたか今。今のはちょっとね試合の流れを変えてしまったと言ってもいいかもしれませんよ。うわ本当だ、一瞬で変わった。うわあ今度恐ろしいね。京子と冬木のね2プラトン。わこれはさすが。よし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 。さあ九州エクスプレスがまた合体を見せるのか。やっぱこのね九州エクスプレスはいいですよ。まあ、波の絆じゃないですかね2人はね。おあこれはファイヤーサンダー行きますか。このまま雪崩式でファイヤーサンダーを、あーこれは壊されるか。ラリアット勢い余って、うわ姉ちゃん失神、姉だけフリー失神。今モロに行ってますよね。あーちょっとこれ嫌な予感するな。レフリーがいないよ。ガンドスケクラッチ、レフリーがいないんだよな。3つ入ったよ3つね。本当だったら今10秒ぐらい寝たじゃないだって。あーこれは痛恨のね誤爆だ。ちょっとゴロちゃん今本当入ってるね。失神ですよ完全に失神。かなりこれダメージは大きいですね。すぐ治りそうにないからこれちょっと誰か代わりのレフリー。あれあーそうそう、向かい向かい向かい。いやあえちょっとちょっとおい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 、これはあなんだよ。おいおいなだれ式ちょっとえなんだよ駅弁。おいサブレフリーじゃなかったの。なんだよこれ今のは。どういうことなんだ。おい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 、チョコボールとチョコボールどうした。それはないぞ。あバックの取り合い、バックの取り合い。よし行け。あそのまま丸め込まれた。うわどうしてだ。ちょっと待ってください斉藤さん。どうしてだ、なぜだ。おいチョコボール向井君、これちょっとどういうことだよ。チョコボールそれはないぞ。いやそれとどういうことですかね。これは何正式な採点ですか。おいおいそれないだろう。これは消せないよ。おいこれいや向井君ずっと。おいタイトル移動なんですかこれは。あ今ね今ねマイク持ちましたよ。これはどういうことなんだ。いやマイクを持った冬木、これはえらいことになったよ。 ECW ジャパンの新しい仲間を紹介するぞ。えチョコボール向井だ。うわそれが向井君だ。京子が好きだって言ってたのに。皆さん、私はプロレスの本場アメリカで修行したいんです。だからこの体は冬木さんに預けます。ああやっぱ H さん、神之助さん、あんたらには感謝しますよ。だけどね、俺には時間ないんだよ。 AV さんやめてプロレスガードを見るためには時間ないんだよ。だから守ってやるんだ。おい、来るな。あ、まだもっと前に来い、この野郎。新井さんも出てきた、これまずいよ。新井さんもね、そしてほらほら大家さんもいますよ。あ、魔法にも来ちゃったよ。え、あ、本当だ、魔法にも。大家ホールでタイトルマッチやってやるよ。ほー、これは冬木と黒田のシングルマッチか。
今やで黒田泣くないって、いや今の黒田泣かないよ、泣かないですよね。おい新井さん、新井、新井さん、あ 今ね社長いたんですけどね、入りましたか。あ、いるいるいる、この世界はな、来てる来てる、強い者が一番なんだ。タッグのベルト、シングルのベルト、シックスライン、ハードコア、全部俺が取ったら ECW ジャパンが FMW に変わるんだよ。あー、これはまずいな。そんなことは絶対にありえません。そうだ、そりゃそうでしょう。新井さん頼みますよ、今日の試合だって没収試合にしたいぐらいでしょう。現にこの試合を中継している DSTV とはもう話がついて、そんなことはそんなことあるわけないじゃないですか。もうそんなこと急に言われてもね、俺はバックにはなアメリカついてんだ、この野郎。ECW のな、日本に行きたい連中がな、たくさんいるんだ、この野郎。もうな、お前らともな、ちんちゃんちんちゃんした遊び終わりだ、この野郎。みんなまとめて、こんな引けるか、ちゃんとつけて、ちゃんとつけて、この野郎。終わってもらう、お前。うわぁ、偉いことになったぞ、なってしまいました。うわぁ、ECW ジャパン恐るべし。いやー、私ちょっとね、冬木の言葉に一瞬ヒヤッとしたんですが、私たちまで丸め込まれてしまったのかと思いましたよ。俺鳥肌立ちました今。いや、たまらず大家さんが出てきた。僕らは今日で終わりかと思いましたよね今ね。えあっという間にクビでしょ我々なんて。まあ特に僕の場合英語できないですからね。私もダメですから。ありゃ、いやヒヤッとしましたが、まあそれにしてもこれは私ね、新井さんには何とかしてこの牙城は守ってほしいというのは、もう正々堂々とね、はい、ベルト取られたらこれはしょうがない、うん、でもね、もう乱入とかね、そういったものでね、ベルトがどん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 流出していくのは下せないでしょう。これはちょっと油断があったかな。これはね、新井さんも完全としてね、立ち向かってほしいですよ。毅然とした態度で、もうダメなものはダメ、没収試合没収試合ってね、やんないとダメですよ。いやー、しかし H だから、それが本当はコミッショナーがね、はい、コミッショナーの三遊亭円楽さんにちょっとこれは提訴するべきでしょう。そうでしょうね。ガノスケ選手、私は信じています。選手の皆さん、今こそ一つになって頑張りましょう。選手の皆さん、リングに集まってください。よし、さあ今会場の皆さんにお願いです。私たちに皆さんの元気を分けてください。よろしくお願いします。おお、ね、不安を味方につけてね。そうです。俺はもう前から新井さんの味方だからね、斉藤さん。そうですよ、私もそうですよ。うん、それではみんなで歌でも歌いましょう。意味わかんない。なんで今せっかく新井さんにずっとついていこうと思ったのに、なんで歌うんすか。よくわかんないですけど、リッキーじゃないでしょ。いやそれはやめよう。やめようよ。いややめなくていいけど、リッキーコールはやめようよ。リッキーさんの歌は僕は好きだけど。え、ああまずいよ。なんで出てくるかな、このギター用意してるよ。おい、マスクないけど、ギター用意してるもんだって。いやロックンロールって本当かい。まあね、まあ、でもマジかよ。でもね、あのほら、いわゆるキャンプファイヤー囲んでこうみんな一つになるみたいな。マジかよ、まあ、リッキーさん。あ、ランスケード、ランスケード、ランスケード、やっぱり、あ、ランスケードもいるよ。うん、あれウィリーもいるよ。いやついに一致団結しました。 TNR はいないかな。TNR は今来てますか。いないね。うん、いないですね。いませんね。はい。ああ、新井さんが来た。これは今こそみんなで一つになって頑張りましょう。黒田が首ひねってますよ。いや、皆さんよろしいですか。あの、さすがの黒田が唖然として。何かこうタイムスリップしたような。歌は。翼をくださいを歌います。よろしいですか。今私の、皆さん一緒にお願いします。
僕たちに元気をください。黒田の黒田がこっち見てね、マジっすか、助け求めてますよ、マジ俺はやだよって感じ、マジマジ、あでもねマジでしょこれ、新井さんここまでやるんだから、準備よろしいですか。いやこれね、これ ね皆さんで、ね、誤解しちゃいけないと思うんだよ俺も、ね、これね本当にそう、あ今ね、あカオル子とカオル子ちゃんとジュンちゃんも来ました。1,2,3 はい、今私の願い事が、願いいことが叶うならば、叶うならば翼が欲しい、翼が欲しい、この背中に、この背中に鬼のように、いや素晴らしい、これね斉藤さん、分かります本当、これね冗談とか遊び半分でできないよここまでのことは。やっぱね歌ってのはね人間の心を揺さぶって一つにしますからね、これも今ね会場は一つになってますよ、この歌で見たでしょ、ECW ジャパンで新井さんがやられたとこ、はい、ECW 行って、どれぐらい新井さんがこれ今ね本気になってるか分かりますか、これ大家さん泣いてるもんだって、泣いてる、うわぁ何かね、あ青春だよ、泣いてる、 H が青春だ、青春、うわ青春まっしぐら、いやー旅を歌います、この音だけです、いきます、新井さんギターうまいですね、この音だけ翼を広げ飛んで行きたいよ、これテレビをご覧の皆さんも、そうですね皆さんもご一緒に、自由な空へ翼を傾かせ行きたい、うえー、もう一度皆さんの元気と愛と勇気と大きな力と大きな歌声をお願いします、もう一回いきます、1,2,3 この空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼ためかせ、おまけにもう一回、いや田中誠二状態だ、田中誠二だよ、タイムスリップだ完全に、いや素晴らしいね、素晴らしい、リッキーさんとも悔しいかもしれない、まあね、俺の歌じゃないってね、いや感動した、やったー、いやー新井さん素晴らしい、いやでもね本当今こそ一つになるべきだ、皆さん元気をどうもありがとうございました、それでは最後に皆さんのエイエイオーで締めたいと思います、エイエイオー、よろしいですか、最後の元気を振り絞ってください、それではいきます、せーの、エイエイオー、もう ECW ジャパンミレニアム田中選手ですから、もう元気になりましたよみんなで、黒田も乗ってるしリッキーさんもいいしね、あいやラスケードもおかしい、みんな一緒になってる、みんなね、見て薫子と純ちゃんも仲良くしてるし、ね、大家さんもまだ泣いてるもん、感動のあまり、鴈治郎さん爆死してるもん、鴈治郎さんもすっかりスター気分になって、いやでもねこれみんなで一つになるっていうのは大事なことですからね、えいやそれにしても最後は思わぬ展開で、私はもうベルト取られちゃったんでね、もうこのまま賃貸ブードに行くのかと思ったんですけれども、いやこれやっぱりね、さすが社長ですよ、さすが新井さんね、とっさの判断で、あそこでだってね本当負けてたらね、あの負けたまま終わってたらね、これどうなったか分かりませんよ、本当マジで、いや何かね今日試合で負けたことなんてもうすっ飛んじゃってね、もう絶対ね、ECW ジャパン乗っ取られるようなことはないなって、ね、私は確信しましたよ、いやそれにしても感動の、思わぬ感動のフィナーレと申し上げておきましょう、今日の FMW ブレンバスター、これは3月が楽しみになりました、楽しみになりました、3月はどうやらこのままいくと黒田最高、黒田最高ねえ、ディレクTVはあくまでも FMW を応援していきたいと思います、ECW はパッキンですからね、はい、FMW 頑張れ頑張れ、
杉崎さん、はい、最後に一言エールを送ってください。えいえい。おお、それでは失礼いたします。さよなら。さよなら。エンターテインメントプロレス FMW クラスターバトル最終戦後楽園ホール大会にご来場いただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして本日の全試合終了でございます。出口付近混み合いますのでお知らないでご退場ください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。直ちにリング撤去後片付け入ります。リングサイド危険ですので青いマットの上には乗らないようにお